こんばんは。第3回ライトフライヤー TV 始まりました。はい、本日もライトフライヤー TV の司会を務めさせていただきます、あやたんこと榊原あやです。よろしくお願いします。ワンテンポ遅いんですよ。なんだろう、このリアルタイムでもちょっとラグがあるみたい。で、党会議2016をカウントしないのであれば、ライトフライヤー TV 自体は、3回目だ。3回目？第3回か。合ってるんだ、合ってる。あ、ごめん、振っちゃった、まだゲストあれなんで。ちょっとライトフライヤー TV の概要を説明していきたいと思います。はい、ではライトフライヤー TV とは、消滅都市をはじめとする数々のゲームアプリを手掛けているライトフライヤースタジオ公式のニコ生チャンネルとなっております。すでにリリースしているゲームアプリの最新情報はもちろん、これからリリースする開発中のゲームアプリの情報を素敵なゲストの皆さんと一緒に皆様へお届けしてまいります。ここでしか見られない情報が盛りだくさんなので、見逃さないようにチャンネルのお気に入り登録もよろしくお願いします。はい、早速ですが本日の放送内容を発表したいと思います。本日の内容はこちら、党会議2016反省会スペシャル。はい、先月末に開催されました党会議2016に我らがライトフライヤースタジオも参加いたしました。そこで行われた企画の情報、続報や反省をたくさん語っていこうという企画になっております。本日の放送で取り上げるタイトルは、まずはこちら、消滅都市。党会議のステージ企画では、ユーザーさんの意見を取り入れながらその場で魂をかき上げる魂爆誕企画を行いましたが、本日の放送ではその魂制作の最新情報をお届けいたします。そして次のタイトルはこちら、追憶の青。あ、特に出て、あ、OK ですか。党会議ではシシララ TV、 ゲーム DJ である安藤武博さんと、消滅都市リードゲームデザイナー下田翔太さん、そして人気実況者4名をお招きし、盛りだくさんでお送りいたしました。その辺をまとめて振り返りたいと思います。またまだどこにも出していないキャラクタージョブであるプリースト、今回の放送で初公開しますので、皆さんお見逃しなく。最後にソウルアームズ、党会議では武器のデザイン案を投稿するツイッター企画、俺のソウルアームズに五月病マリオさんも参戦しました。個性的な武器をたくさん書いてくれましたね。本日はですね、これまでに投稿された400件以上の武器から優れた作品を中間発表したいと思います。追憶の青とソウルアームズのパートでは、人気実況者の和光さんもゲストとしていらっしゃいますので、皆さん楽しみにしていてください。では早速ですが、最初のタイトルに参りたいと思います。ある日、一つの都市が消滅した。消滅に隠された壮大な計画、そして存在する二つの世界。まだまだ役に立ってもらおうか。ふざけんな。あらゆる思いが交錯する。逃げて。その消滅は世界の終わりか始まりか。消滅都市。どうして。はい、本日最初のタイトルは消滅都市です。ずっとここにこうなんかこう喋っていいのか良くないのかすごいよく分からなかった。喋ったらこれ入ったのかな。はい、じゃあ多分入ったのかな。どうなんでしょう。なんかもう どうしたらいいかなと思いながら、すごい右で騒がしかったんで、何か見ないでずっとカメラを見て。本日最初のタイトルは消滅都市ということで、はい、このパートはですね、消滅都市の下田さん、桜井さん、谷さんが1月30日に開催された党会議の振り返り&爆弾魂の進捗報告会を行いたいと思います。もうあれなんですね、1ヶ月前ぐらいになるんですか。そんなですか。そうなんです、早い。全然もうそうは思えないぐらいですね、はい、うん、
ね。もうあの話し出しちゃってますけど、はい、一応あの皆さんに自己紹介をしていただきたいと思います。そうですね。はい、一応見てないと。下田さんからよろしくお願いします。消滅都市のゲームデザインとシナリオやってます下田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。同じく消滅都市のアートディレクターをやっております桜井と申します。よろしくお願いいたします。はい、はい、自分も消滅都市でゲームのデザイナーをやっておりますカニです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう皆さん話したくて仕方ないんですね。カニ、カニ、なんでカニの…え、またやるの下り。今日もカニなの。え、俺はカニ…カニですよ。やめてください ね。あ、またそれやるんだ。本名バレしてますけどね。ヨダくん、いつまでカニ出てくるんだろう。マジか、そういう…はい、あれなんですよ、桜井、あの、こう、アートディレクターっていたじゃないですか。はい、つい、昨日、一昨日ぐらいね、一昨日だっけ、一昨日アートディレクターに就任したんです。はい、あ、そうなんですか。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。消滅都市のアートを引っ張るでも、うん、女女女言い方ですね。まあ、実質でも今までそうだったんですよ。今まで実情は引っ張ってたんですけど、はい、まあ、後から名前がついてきたみたいな感じで、はい、という感じ。皆さんおめでとうっていうコメントが、はい、たくさんありますよ。ありがとうございます。責任、重大です。本当、はい、頑張っていただいてね、これからも。そうですね。もうなんかおしまいの言葉みたいになっちゃったまだこれからですからね。はい、はい、では本会議の爆誕魂企画についてなんですけど、皆さんどうでした。桜井さん一番大変だったと思って。そうですね、リアルタイムリアルタイムに書くのも大変だったんですけど、うん、その夜もうずっと寝ずに書いてるのが一番大変でした。ホテルで缶詰になって寝る代わりにこうお風呂入って体力回復するっていう、ね、ゲームみたいなことやってるなって。結構効きますよ。実際いつも作るときってどうなんですか。こうラフを作るときが一番大変だったりするんですか。あ、そうですね、確かにあのラフが一番こう、もうキャラクターのコアみたいなものなので、はいはい、うん、まあ、大体見た目これでいきますっていう風にこう見せるところなんですね。なんでもう完成、ほぼ完成形みたいな。そこで あとはもう流れ作業です。じゃあもう結構東海議だったの一番大変なところを。そう、そう、最初の生み出されるところが一番やっぱり夜のホテルで。寿命縮みました。寿命縮ませちゃいましたね。はい、もう大変な企画ですよね。まあ、実際縮ませたのはそこにこう座ってるプロモ担当なんですよ。映ってないところに、はい、映っていいスタイルで、はい、はい、まあでもね、そんな魂、はい、爆誕魂、はい、ちょっともうどうなったっていうね、うん、気になる方多いと思うので、まあ、とりあえず東海議2日目で発表された魂をちょっと出してみましょうか。そうですね、はい、振り返るということで。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。ででありがとうございます。なんかもう今改めて見ると直したいところがすごくいっぱいあるんですけど、ちょっとなんかこう歌舞伎っぽいとか言われて、うん、確かに歌舞伎っぽいな、もうちょっと可愛くしたいなと思いつつ、こう彼女の魅力やっぱり私は足だと思ってて、こうこの細い足をこういかにいかにこう表現するかっていうのをちょっと、まあ、進化前の方のラフもちょっと今着手してるんですけど、はい、足へのこだわりは結構すごいんですよ。この前なんか何かの雑誌かなんかのインタビューですよね。で、あの、まあ、照明素子はその女の子の露出を少なくやるっていうのは結構テーマとしてあるんですけど、あの、私なりに露出してるんですみたいな。未来そうだった、ね、そうだったんだ。いや未来ちゃんの裸足ですよみたいな。足出してますよ。篠田さんはこう何ですかね、露出にはこう理由がなくてはこう燃えないみたいなことを。そう、理由のない露出はダメだって。じゃあなんか理由なく、あ、でも露出をしたいっていう理由があったら露出してたらいいと思うと。あ、それはダメです。え、ダメ。露出をしたいは理由にならないですね。難しい。難しい理由ではない。はい、なんかまあそういう感じで消滅都市やってるわけですけれども、そ、でそこで共感を得てもらえると思って、うん、足とかねとか言ったら全然伝わらなくて、はい、足の露出は露出なんだろうか。足の露出って皆さん嬉しいんですかね。未来嬉しいっていうコメント結構ありますよね。あ、未来の足の露出が嬉しいのか。そうですね、反省会しろってコメントが来たのでもうしましょう、はい、反省会しますか。はい、すいません。で、まあ、反省会します、はいはい、次のスタイルお願いします。はい、はい、じゃあ振り返りで、はいはい、性別は女性、はい、ここら辺はアンケートでこう女性、男性、その他みたいな感じで出してやった部分ですね、
で、まあ、職業は、まあ、プロゲーマー、これはあの前もってツイッターの方でそこから選んじゃいました、ね、はい、募集して、はい、でこちらで選ばせていただきました、はい、で、まあ、性格はクールで胸のサイズは A、ね、これやった時こんなのアンケート取るんだと思ったけど、ね、いやいや大事な部分ですよ、これは大事な部分です、残骸絶壁と、はい、皆様がそれを選ばれたので私はぺったんこにしました。アンケート通りですか、ね、A って断崖絶壁なんですか、わかんない、わかりますわかんない、すごい一般的なあれとして聞いたんだ。 A にもやっぱいろいろありますよね。そうですね、 B にギリギリな A もありますもんね。そうなんかやっぱここバストとトップ、はいはい、このあこの差なんですよ、はいはいはい、知ってますか、知らない知らない知らないです、何ですかこれは、はいですよね、はいはい、ありますね。ということで、ごめんなさい、だってだってなんかこう分かんない分かんない分かんない、エロ系の人でしょ、エロ系じゃないけど俺はエロ系じゃない人ですちょっと混乱させてやめてください、ちょっとエロ系の人、ちょっと今日は外れちゃった、違ったんですね、はいはい、あ、じゃあ続けますよ、はい、超越、光属性でタイプ超越と、はいはい、ここはもうチカちゃんと全く一緒で、もうよくあるやつなんですけど、そうですね、まあこういかに差別化していくのかっていうので、まあちょっと期待が、そうですね、いろいろあるかなと思われます、はい、皆さんここで超越をしたこと後で後悔するに違いない、あ、後悔なんかちょっと、いや、わかんないです、リードゲームデザイナーから怖いことになりますね、いや、わかんないです、わかんないです、ちなみになんか、はい、あのちょっとコメントで、あの隣のイラストを気になられてる方がいたんですけど、あ、意味は、このイラストはですね、ちょっと私が急遽こう今回のパワープレゼンで今前回の先月の画像を出しか出すものないとあれなんで、はい、ちょっとさらっと、ああ、じゃあなんかさらっと立ち絵っぽい感じで、うん、なんかもしかしたら、ね、普段の姿がこれで、じゃあゲームをするときはさっきのこう魂みたいな感じになるみたいなことですね、うん、そうですね、なんかもし立ち絵が出たらもうちょっとこれベースで組ませていただくかもしれないです、はい、で、まあ、あの、あれですね、こうもうちょっとキャラクター性見せたいなっていうふうに思ったんで、うん、ちょっとなんかね、アメちゃんを持たせてみたりとかね、ちょっとなんか、あれ長く舐められるやつですね、そうですね長く舐められる、あのこうやって向いて舐めるやつですよね、そうです、そう、あれあれ、よくあれあれ、ね、はい、で、まあ、こう糖分補給とかして、あ、やっぱ頭の回転をね、早いの大事ですからね、プロゲーマーね、うん、そうですね、あやかんさんもプロゲーマーですもんね、はい、プロゲーム、音ゲーでも使いますか、あ、糖分大事、糖分大事ですね、やっぱり補給して補給してチョコレートとかあるんだよね、あ、そうすると意外となんか水分すればいいんだとか、まあ、そういう感じ重なりますね、へぇ、うん、よく調べてるっていうか、上からすぎるっていうか、すごいですね、よく調べてるなと言われましたちゃんと、ちゃんとリサーチしてますから、はい、あ、で、すいません、じゃあ、まあ、これ振り返りはここまでで、はい、まあ、何ですかね、あの1日目の時に決めてないことがありましたね、この子に関しては、はいはいはい、ありましたね、それは、はい、皆さんも多分すげえ大事なものはない、大事なものはないですね、名前決まってないんですよ、あ、名前か、名前コメントから拾って決めるみたいなこと言ってた、たくさんコメントもいただいたのに、うん、はいはい、なのでまあ今回ちょっとコメントをまたちょっとね見直させていただいて、はい、でまあちょっと一つ選ばせていただきました、本当なんかね皆さんこうとても素敵な名前を、はい、書いていただいて、はい、もう本当すごくアイデア膨らんだんですけど、うん、ね、いろいろありましたが、ちょっとこれに決めさせていただきました、どん、せつな、おお、せつな、せつなちゃんに、はい、カニじゃなくて、カニじゃない、カニじゃなくて、せつなの理由は一体、せつな理由は、はい、そうね、理由が、せつなね、なんかまあ本当皆さんいろいろかっこいい、なんかちょっとね中二病若干入った感じの名前とか、はい、こうユリアとか、はい、イブキとか、はい、イオリとか、うん、なんかゲーム、うん、なんかあれ想像するよねみたいな感じのもいろいろいただいたんですけど、せつなっていうのがね、はい、ちょっと彼女のこうパッと聞いた感じ、彼女のクール感とかかっこいい感じだけど、うん、ちょっとなんかちょっと女性的なところもある、はいはい、ところがすごく合うなって思って、あとなんかちょっとあのせつなという言葉の意味を調べたんですね、はい、それでこうなんか、まあ、もちろん一瞬っていう意味もあるんですけど、はい、こう仏教の言葉、仏語でなんか刹那っていうのはこう75分の1の秒、ほうほうほう、1秒の75分の 1秒の75分の1を表してるらしくて、はいはい、でそれを聞いてなんかね、格闘ゲームでこう 60fps あるじゃないですか、
ですか、はい、その本当1秒に60フレームあるってことなんですけど、その1フレームの差で勝敗が決まることがあるらしいんですよね。そうですね。なんでもうすごくこうその一瞬一瞬をこう大切にするっていうプロゲーマーらしい名前だなっていうふうに思って、ね、はい、選ばせていただきましたんで、はい、切なとなりました。よろしくお願いします。はい、はい、なんでちょっとあの今ちょっと進化前のラフの方すごく一生懸命頑張ってるんですけど、まあいろいろありまして、はい、頑張ってる。刹那を見極める刹那とかなんですかね。刹那を見極める、あ、でもそうですね、この刹那的にはちょっとそうですね、刹那を見極める刹那は結構なんかもうちょっといい名前いいかっこいい感じの名前をこれから考えていきますね。刹那も考えないと。お答えください。ありがとうございます。お答えください。ということでちょっとカニさんにもちょっとお聞きしたいんですけど、あのスキルとかも考えたじゃないですか。そうですね、結構僕の方でも宿題をいただいてて、そうですね、これはもうあの多分視聴者皆さんも結構気になってる部分ではあるじゃないですかね、はいはいはい、今日この放送の開始までに考えてくるっていう、うん、あの宿題だよね、ま、そういうことだでしたね。多分ね、あのみんな忘れてると思うんですよ、うん、はい、あ、そうですね、うん、おさらいからなんかしたいんですけども、リーダースキルの方がアンケートで結構新しいスキルを入れてたんですけども、うん、それが多属性が属性パーティー内の属性数がいくつ以上の時に丸倍っていう結構新しいやつをいただきまして、はいはい、今結構それ本当に新しかったんでちょっと、うん、そのプログラマーの方とすごい相談して今急遽作っていただいてて、結構まあ今順調になんとか3月中には出せそうかなという感じで開発が進んでいます、うんうん、で、今どういうふうなリーダースキル、実際に倍率とかどうしようかなみたいなところを考えてるんですけど、はい、まあ、なんかこう今消滅都市5属性あるんですけど、まあ、3属性でとかっていうところにすると、まあ、結構あんまり縛りとしては緩いのかなと思っていて、うん、なんか入ってきちゃうキャラとかも結構固定化しちゃうと嫌だなっていうのがある。そうですね、スズメバチを入れて、あの千春を入れてみたいな感じ、ね、とか、うん、静香とかみたいなのが、うん、広げたいっていうところがありますよね、うん、変異入れたらもうすぐできちゃいそうですね。変異もカウントする設置用にしているので、はい、そういう意味で結構まあ5属性っていうところの制限をつけようかなと思ってます、はい、でその代わりに結構倍率はなんか結構大きい倍率になるんじゃないかなというふうに思っていて、うん、まあ、結構4倍とかその辺とかなのかなっていうのをちょっと結構今おっかなびっくり言ってるんでまだあんまりちゃんとバランス調整をこれからしなきゃいけないんですけど、はい、結構そういうなんか本当に作るの大変だけど強なんか強さと弱さがはっきりするような、うん、そういうのにできたら面白いな。でも5属性入れるんですよね。5属性入れて4倍になるということは属性の2倍がかかるのが最大2人、最大2人ですね、最大2人しかかからない、他は1倍になる、まあ、まあいいや、あとで計算しよう、変異とかちゃんと俺今考えずに言ってるんで、はい、結構今ここでちょっとコメントとかもいただいてるんで、そういうのもね、はい、見ながらちょっとまた変えていくかもしれないですね、はい、そうですね、うん、結構これから本当にちゃんと詳細決めていきたいなっていう、まあ、でも実際やってみないとわからないところっていうのはありますからね。そうなんですよね。何度も皆さんテストされて多分決めていくと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとテストまでちょっと手が回ってないのでそれ辺近くをちゃんとやっていきたいなと思ってます、うん、そうですね、あとスキルの方なんですけれども、この前ちょうどあのキャラクターでもいくつか出てるんですけども、チェインを消費して何かをするっていうスキルをつけようと考えていて、でそのこの前出ているあのまあ、某降臨で出ているやつとかは、うん、チェインを全部消費してすごい大きいダメージを与えるだとか、うん、最近出た、まあ、ジョニー・ウォーカーさんとかは、チェインを消費して倍率攻撃をするみたいな感じなんですけど、うん、まあ、チェインを消費して何かをするっていうのが、まあ、結構いろいろなことが考えられるので、はい、なんかその辺結構面白いことしたいなと思って考えているので、うん、なんかコメント欄でもしなんかこういうの面白いんじゃないとかあればぜひいただきたいなと。そうですね、はい、まあ、ツイッターとかでギークにリプライしてもらっても全然いいですよ、ね、そうですね、うん、ぜひぜひ欲しいです、はい、4倍、ちょっと待って、何4倍ってどういうこと、4倍ってどういうこと、それ後で計算するんじゃなかったここで明確にしていって視聴者の皆さん納得させようと、あ、いやいや、どういう話なのかなと思って、5人いるじゃないですか、チームが5人のうち2人が4倍かかってくる、うん、で待って、5人で5属性必須なんだよね、はい、だから例えば火がいて、水がいて、木がいて、光がいて、闇がいてってしないといけないんだよね、はい、そうです、で、まあ、フレンドがここが火だったら火だよね、そうですね、大体、まあ、なんかそこずらすのも戦略したりだと、はいはいはい、なるほど、で、リーダースキルがかかって、全員がかかるのはみんなにしようかなって思っていて、うん、はいはいはい、ただ属性相性があるので、うん、例えば今、木の氷に行くよっていう時に、木のやつで行くと、うん、木の2人は、
その弱点属性つけるので、はい、だから2倍になる2倍になるとけど他の人たちは等倍になったり、うん、あと弱点の人とかはなんか緩くなっちゃうので、そこでなんか結構パーティー内でも実際に当てるためにすごい差があるみたいな感じのがなんか面白いかな、うん、なるほどね。だから3倍3倍で9倍だったら、弱点普段弱点だから18倍入ってたんだけど、そうですね、それが入るのが中の4人だけ、あ、こう最大2人だけ、2人これプレイしてみないと分かんないね。そう、変異とか入れるとなんか、うん、実は3人4人入れられるみたいなのが普通にあったりするので、うん、その辺とかすごい考えながらやっていきたいな。そうだね、ちょっとこれプレイしないと分かんないな、はい、というわけで、そうですね、はい、実際にはそうですね、コメント読ませていただきつつ皆さんの意見も聞きつつ、あのプレイしながらちょっとこう考えて決めていけたらいいですかね、はい、そうですね、はい、前向きに、はい、うん、ということで、まあ、実際桜井さんなんですけど、爆弾魂のデザインっていう部分ではどこら辺まで今デザインでは、すいません、本当最近ね、こう、いろいろございまして、いろいろこう、そうなんです、差し込みすごいたくさん仕事をお願いしてしまって申し訳ないです、本当に変画とあ、でもおっしゃってますもんね、当会議の時もね、桜井さん、もうあん時に決まっていたよりもだいぶお願いしてしまって本当に申し訳ない。あれとか、うん、その時なかったですね。あ、そうですね。そうですね。総会議の時に話していたのは、うん、あの先日出させていただいた未来ランキング、未来ランキングお話なんですよね。なるほど。で、まあその時はもうね、もうまあ、キャラ絵も多分あの時よく見てなかった、終わってなかったですね、多分完全じゃなくて、終わってなかったし終わってなくてやばいやばいって言ってた桜井さんがいるなと思ってたんですけど実際なんかね、あの出来上がってこうテストプレイしてくださいってテストプレイした時になんか なんでこんなに絵がいっぱい入ってるんだみたいな、竜出てきたみたいな感じの結構ストーリー書いてる人とこうね、うん、こうしたら面白いんじゃないかって思ってね、こう吉明ランキングの時みたいにこうまた面白いことやれないかなっていうふうに私なりに考えたのが未来5連発みたいな感じの何連発です4連発か、4連発ですね、4連発、はい、そっかそっか。で、まあね、1万円とかもいろいろお願いさせていただいて、ね、本当すみません、なんか、まだまだって感じ。そうですね、昨日リリースしたイベントでも相当、昨日だっけ、昨日ですよね、昨日ですね、昨日ですね、相当絵を描いて絵の差し込みをお願いしてしまいまして、はい、本当にありがとうございます。させますね、かなり、あれも書いてて方向、大丈夫かなこれいや俺はもう結構終わるのかなと思いながらヒヤヒヤしてたっていう。え、もう大丈夫、あ、完成終わるのかな。いや、もう全然でいいじゃないですか、はい、結構ギリギリでした、はい、でもはい、どうぞ、あ、いや、いいです、いや、だってだってまさかね、もうあんなことしてるシーンを書くと、あんなこともうまだプレイされてない方もいらっしゃるのかもしれないんで、はい、あんまりネタバレはありかもしれない、話せないんですけど、こう我ながらこうゲーム会社でこんなことをこんな気持ちになるとかあ、でも楽しいですって感じでした。楽しく書いて、はい、楽しく書いていただけたのが よかったあ、すいません、心を痛みましたなんかこうどのくらいを目安に上げたいなみたいなとかありますか。あ、下田さんとも多分ご相談されてる。今プログラマーさんの方が、そのスキルを作る仕組みみたいなのを入れていて、それがだいたい3月の後半の方になっちゃいそうかな、後半という、まあ、末ぐらいなのかなという感じっていう感じではあるんですが、桜井さんどうでしょうか。もしもうそのタイミングでこう何実装が完了するのであれば、私は、はい、そのタイミングで絵を合わせるだけでございます。ちょっと口調がいつもと違いましたけど、いや、もう私は締め切りを死守するんですけど、締め切りは設定してもらわないと死守しない。あ、じゃあちょっともう一度自分で切れ、はい、すいません。どうなんだろうね、来年かなとか書かれてますけど。あ、いやいやいや、まあ、ほっとくと来年になりますけどね大丈夫です。じゃあ3月末ぐらいには行きますか。はい、下田さんが鬼の締め切りを切ってくれるんで。年度内ってことですか。年度内、年度内、いかがでしょう、はい、皆さん、ね、来年度とかじゃないですか。いや、もう来年とかになっちゃったらもうインフなんかもう置いていかれちゃいますもんね。まあまあ、そうですね、いろいろ進んでいきますからね、時間は、うん、はい、そんな感じですかね。そんな感じですかね。はい、じゃあ皆さん、はい、爆誕魂の実装を楽しみにしていただいて、はい、開発の皆さんには頑張っていただくということで、はい、お願いします。はい、以上消滅都市
ストコーナーでした。まずは消滅都市コーナー前半戦なんです。これ前半戦、実は前半戦なんです。で、下田さん、後半どんな内容のコーナーに。そうですね、後半戦はですね、こう消滅都市のユダナの皆さんのこう状態というか、今どういうプレイ状況なのかなっていうのを皆さんと一緒に振り返っていただけたら、振り返っていけたらいいかなと思っているというのと、はい、あと、まあ、ちょっとだけ新しいコラボの情報があるので、お楽しみに、はい、そこで新情報が出る。はい、わ、はいはい、かりました。それではまたちょっと後ほどお会いしましょう。続いては追憶の青になります。ひとまず下田さん、桜井さん、カニさん、ありがとうございます。ありがとうございました。あれ、今声通ってますか。はい、ぜひね、まだまだこれから追憶の青、ソウルアームズ、消滅としてまだまだ続くんで、全部見ていただいてって感じで。今聞こえる今聞こえる OK? 今聞こえた OK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 。はい、ということで、何を言ったかっていうと、皆さんのコメント、皆さんの声は消滅都市の開発のチームの方に届いてるんで大丈夫ですよっていうことを言ってました。これ2回言うと自分的にはなんかもう変な感じしますね。はい、ね、どうなんですかね。ちょっと何時かっていうのはね、タイムスケジュール自体もう2つのゲームも見ていただいてって感じで、すみません。はい、あ、ちょっともそもそもそ出てきた。あ、で、出てきたけど、準備はよろしいでしょうかね。我ら一族を裏切った大罪人よ。のマサルさんにご出演いただきます。まずは皆さん自己紹介をお願いいたします。まず和光さんからお願いします。はい、普段ゲーム実況してる和光です。今日はちょっと半袖で一人失礼します。本当だ、よろしくお願いします。いや、なんか青い服着てきたらなんか背景とそれ同化して透けるよってなっちゃったんで急遽アズリアですね。急遽違う服を着させていただきました。肌寒いですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。見てて寒いですね。はい、追憶の青開発プロデューサーの菅 P です。よろしくお願いします。お願いします。マサルさん、お願い
はい、キゲルの青ゲームディレクターの、増田さんです。よろしくお願いします。お願いします。あのスガピーは、はい、あの私ほらプロデューサーのスガピーって言ったじゃないですか。じゃあ、はい、プロデューサーのスガプロデューサーになっちゃうヤマピーみたいな。でも違うんですか、ヤマピーみたいな感じ。ヤマピーみたいな。あ、じゃあピーはプロデューサーのピーではない。じゃない。若干そんな毛は。あ、違うんだ。ゴミゴミでスガピーさんなんだ。そうなんだ。わかりました。じゃあ以後ちょっと頭に入れておきますね。よろしくお願いします。はい。もう私はあの党会議なんですけど、ちょっと2日間参加させていただいて、はいはい、まあ、強くなおうステージに関して、ちょっとスガピーとマサルさんどうだったかなっていうのをお伺いしたいな。なんか、結構お客さんとの距離がすごい近くて、あ、そうですね、はい、ナムルスンさんの方と実況やった時とか、うん、ファンの方がもう目の前に 20、30 人ぐらいこう集まってきて、うんうんうん、すごいこう熱い方がたくさんいらっしゃって、本当距離が近くて良かったなと思いました。いいですよね、東海ね、はい、そうですね、やっぱそうですね、やっぱそのお客さん触れる機会って我々ゲーム作っててもないので、やっぱその、うん、いい意味でテンション上がりましたし、うん、元気本当にもらいましたね。はい、はい、イケイケでしたもんね。最近あのマサルさんブーストね、いや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 、まあ、今日はちょっとおとなしめに行こうどうして、盛り上げていきましょうよ。いやいや、はい、元気でやってほしいの。ねえ、で、ね、和光さんも東海議いらしたということで、はい、何されてたんですか。なんか公式ユーザー記者っていうのをやっていろいろ回ってたんですけど、はい、でもなんか10時から12時ぐらいの仕事だったんで、僕も15時には家に帰っててもう5時半にはご飯食べて8時には寝るみたいな。そこのスケジュールありました。すごい健康、ね、健康的なイベントだったなって、あ、そういう印象でしたね。っぽくないですね、なんか戦ってないんですね。全然あんまり参加せずでしたね。はい、あの番組の、ね、冒頭でもちょっと軽く触れさせていただいたんですが、党会議の1日目では、うん、あのゲーム DJ の安藤さんと、はい、消滅都市のリードゲームデザイナー下田さんをゲストにお呼びして、で開発者トークというのを、ね、お送りしたというのと、2日目人気実況者の4名による強くなおタイムアタック対決を行いましたね、うん、はい、そうなんですよ、実は盛り上がりましたね。盛り上がりました ね、かなり、もうわーキャーですよ ね、これ見たいですね。はい、まあ、ちょっと和光さんも見られてないということで、はい、ちょっとその様子を、はい、はい、皆さん視聴者の皆さんとも一緒にダイジェスト版で見えるんです、はい、振り返ってみたいと思います。お願いします。これですね、これ安藤さんですね。あ、映ってる、映ってる。ゲーム DJ のチシララ TV。そうですね、これ協力プレイしてるんですか。そうですね、これマルチプレイをやっていただいているところで、あのとスクエン呼ぶ長男、さっきやったあのマルチ解放っていう技を使うと、はい、ちょっとした協力ができたり、コメントでも東海議員見てたよ、コーププレイになってんの。あ、でも多分今ライトプライア TV 見てると、赤髪の方が下田さんなわけでしょ、はい、見られてると思うんですね。あとは結構スキルで、あの空中に上げるスキルとかあるので、それで剣士2人ですか。連携してもらったりとか、この時は剣士2人でやります。アクション上で連携できるのが初見せのキャラクターを結構出して、うん、いい感じでしたね。めっちゃ親指早いですね。なんかその本当に片手でできるのみたいな話で、ちゃんとそのできてますねっていうのは、ね、あのね、左側に映ってるのはスキルボタンなんですが、あれ反対側にもできるんですよね。そうですね、そう、設定で右利き左利きで変えれるんですよ。なるほど、ありがたいですね。そうなんです。あの通常は MP 将棋ってことですか。そうですね。うん、でボタンの色がですね、属性になってて、うんうん、属性によって、まあ、敵の属性の相性があるって感じ。ああ、なるほど、はい、ファンスクミみたいなことだったり。そうですね。ああ、いいですね。で緑は木属性だから、ね、水系の敵に強いです。はい。ということはあと一つ火ですか。あ、そうですね。これはちょっと分かりやすいですね。分かりやすい。まあ、あのゲームやられてない方でもすぐ分かるようにはなってます。そうですね。巨大ゴーリン、あ、すごいですね。これ一応そのレイドというイベント用のボスと戦ってもらったシーンなんですけど、そうですね、普通のそのクエストのボスはちょっともう少し小さいんですけど、うん、ゴーリンはなんか背中に薪かなんか拾ってるんですか。薪っぽいんですけどね、石投げ用の、あ、石を石投げてくるんです。投げるように集めてきてるんですね。そうですね、可愛いところがですね。へ、赤鬼みたいな。そうですね、結構やっぱ攻撃範囲が広くて近づくのは結構大変みたいな。結構果敢に突っ込んでますけどね、みんな。みんなね。そうですね。なんかもうあの結構イケイケで。ちょっと猛進。あ、おお、すごいですね。やっぱり安藤さん指さばきが早いですね。あ、そうですね、やっぱ皆さん、ね、ゲーム慣れしてるんでね、まあ、けど結構初めて触っても触れるようにはなってますね。そうですね、
これは武器ガチャですかね。右側がキャラのガチャになってます。でカーテンの色でキャラは変わります。これ10連みたいなことですか。今やってそうですね、10連ガチャですね。カーテンの色で演出みたいな。演出がですね。なるほど。結構ね、あのこういうなんていうんですかね、アクション系って横とかが多いんですけどね、やっぱ縦っていうのはね。ああ、そうですね、うん、すごい悩んだんですけど、やっぱり縦でやりたいなと思って、うん、縦でできるっていうのはすごい、はい、うん、やりたいっていう思いが強くて、電車とかでやってるとやっぱ横だとね、両手塞がっちゃってこう、ふくらついちゃうんですよね。ああ、そうですね。片手の方がやっぱ大きいね、スマホ持ってる方が。うん、なんかちょっとガチャ渋い気にしますけど。そうですね、多分今後多分どん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 この中に今入ってくるので、まあちょっと最初なんで。はい、最初なんで。そうです、リリース前なんで。そうですね、始まってすらない。そうそう、リリース前なんで、はい、今の件ちょっとかっこよくて好きですね。でも星2ですか。ちなみにマックスレア度は星 4?4 でしたよね。武器は5まで。武器は5まで。武器は5まで。キャラは4まで。キャラは4。はい。あ、マタクスさんとセントスさんが。あ、そうですね。あ、セントスさんですね。おなじみの顔がみたいな感じですよね。うん、すごい無表情でやってる。ガチでやってるんだけど。ガチでこれやってる。2人の顔ですね。うん、これタイムトライアル。あ、そうですね。タイムトライアルなんで。うん、二人で協力して早い方が勝ちっていう。ああ、なるほど。はい、はあ、はあ、はあ、あのセントスさんでもできる追憶なのです。そうですね。っていう通り、あのセントスさん、あの本当ポンコツでした。セントスさんポンコツだったんですよ。そうですね。いい味出してましたよ。いい感じのポンコツ感でしたね。そう、いい感じのポンコツ感で、うん、でもできるっていうのですごい模範性でしたね。最後の辺結構いいプレーをなんかキャーキャー言いながらやってましたね。さすが生主の方ね。あ、そうですね。早いな。最近僕和徳さんとスカイプ繋いでゲームやったりしてますけど、彼も早々にポンコツですよ。そうなんです、ね、上手かったんですよね。でもね、私さんすごい上手で、いや、なんか人前でちょっとカッコつけるとやれるんです。何それ、じゃないんだ。ちょっと慣れてくるとちょっとポンコツが出てくるんですけど。結構ファンの方いっぱいいましたからね。そうですね。キャラみたいな、カッコつけたらっていう感じで、うん、でもさすがですね、やっぱ普段からゲーム実況してるから。うん、皆さん上手でした。そうなんですよね。結構やっぱね、プレイしながら喋るの難しいですよね。そうなんですよね。すげえ感じました。最初はどっちに集中したりか分からなくなってきて、うんうんうん、これはですね、巨大カイザーウルフ、うん、カイザーウルフね、めちゃくちゃ突進が早いんですけど、すごい、これ2人で倒すのなかなか大変なんですけど。実際これ3人です。3人で一応やる前提で組まれているんですね。推奨も3人プレイです。です、です、はい、うん、それをちょっとあの無茶振りして2人でやってみますね。マルチプレイは最大何人でしたっけ。最大3人です。最大3人、はい、ということで3人です。なので回復と、まあ、攻撃アタッカー2人とか、うん、魔石回復、うん、奥義的なのも出るんですよね。そうですね、今ね、あのスキルをバンバン決めていくと、うん、一番左下にあるあのボタンのゲージが溜まっていくんですよ、ね、はぁ、なるほど。って言って、それが満タンになると魔石解放っていう、うん、まあ、まあ、超必殺技みたいなものが打てるようになってます。うん、なるほど、はい、はい、あー、もう終わっちゃいましたね。あっという間ですね。どんな感じでした。いや、めっちゃ面白いですね。そう、結構コメントでもあったんですけど、うん、あれですよ、お二人、はいはい、もう人気で、絶対人気だってコメントされました。いや、ありがたいです。ありがとうございます。超期待されてますからね。ちゃんと作ります、うん、作ります、はい、結構ね、あのなんかここでこうポッて出しちゃうのもあれかもしれないんですけど、はい、その消滅都市とかとコラボしたら、あ、すごく明らかに出るのかとかいろいろ書かれてましたけど。そうですね、ちょっと面白そうですね。そうですね、コラボとかも、はい、考えたりして、積極的にやりたいとは思ってます。前向き、前向き、前向きです。皆さん、じゃあ、ね、ちょっとワクワクですよ。あの、まあ、ステージをスクーターで走れるようにしないと。これいいの、それ。いいですね。なるほど。引き殺していけるみたいな。うちのプロデューサーすぐね、風呂敷吹き上げるんですよ。ちょっとアートディレクターに許可取らないと。そうですね、スクーターで全力のステージを走るのシュールですよ。ちょっと危ない感じ。上フリップでなんかウィリーとかして二段ジャンプとかできてます。いいですね。また別ゲーになっちゃう。別ゲーになっちゃう可能性あります。ちょっと当会議の振り返り、特に展示力の振り返りというところだったんですけど、はい、まあ、今回はですね、はい、追憶の青に登場するキャラクター で、うん、でもすでに4つジョブがあるんですけど、はい、まあ、そのうち唯一どこにも
公開していないジョブ、プリーストが見られるということで、はい、はい、今日実は頑張って用意してきまして、間に合ったと、なんとかギリギリ間に合いました、はい、まあ、いつも PV とかではちょっと出してるんですけど、はい、今日はですね、実際にそのプレイを見ていただこうかなと思います。はい、その前に最初に、はい、最初 のナイトとファイターとマジシャンでこういう風な使い方ができるんですよっていうのを一回おさらいしようかなと。あ、そうですね、お手本プレイを、はい、お手本プレイをさせていただきます。はい、お願いします。じゃあ画面を、そうですね、画面を映していただきまして、グラフィックだけなく音楽も素敵ですからね、強く。そうですね、はい、ビーシさんがやってますし、もうでもこの生放送の画面通してじゃなくて実機触って皆さんにも見てもらいたいぐらいですよ ね、 ね、あ、そうですね、ぜひ見せたいんですけどね、うん、この街はいろんなプレイヤーがここに来るので、はい、ここでなんかこうチャットをしながら一緒にこうレイドボス倒しに行こうとか、はい、という形でマルチプレイをこう募集してみんなでその周回してなんかこういいアイテムゲットしに行くとか、はい、そういうところをイメージしています。今ちょうど人はいないんですけど、はい、メニューからストーリーに行きましてですね、うん、まずはですね、まあ、テストプレイなので、うん、こういう形で一番最初にこうプレイするところをちょっとやってみようかなと思います、うん、これ毎回 の恒例のパターンでいくと説明するし終わるまでに終わっちゃうっていう僕プレイに専念するので説明はですね、うん、竹内勝ディレクターから。勝さん、そうですね、そうですね、お願いします。はい、はい、では、そうですね、まずはナイト、動かしてもらってます。そろそろ勝さん、いやいや今日は脱がないですよ今日は脱いでたの、今日は脱がないですよ、です、で今そうですね、結構簡単なステージ遊んでもらってるので本当に、すぐサクサク倒せちゃうんですが、今スライドしてもらうとグリグリ動き回ります。でフリックで、まあ、ステップしたりで 上フリックでジャンプしたりということが可能になってます。チャージ好きみたいなのしてましたね。あ、そうですね、で長押しでため攻撃やって離すとドーンみたいなのもあります。でこっちはその、まあ、敵によってガードしてくるキャラが、まあ、敵がいたりするので、まあ、それをためで破壊したりっていうのができるようになってます。カードプレイですね。そうなんです。で、まあ、あとは、画面左下にですねスキルボタンがありまして、まあ、それを、まあ、トントントンと3つ押していくと、まあ、コミュニティとこういう風に繋がれる。うーん、いいですね、いいですね、はい、素晴らしい連携ですね。いや本当に素晴らしい、お二人の絆がそうですね。で、画面下の方に、違う、まあ、女の子と男の子がいるんですが、これを押すと、キャラチェンジできるようになってまして、まあ、例えば今女の子になるとマジシャンになっています。マジシャンは、遠距離攻撃できるようになっていて、まあ、スキルもそうですね、飛び上がって、まあ、全体的にバレット、こっちはどっちかっていうとコンビネーションっていうよりかはその単発単発で、まあ、遠距離から支援したり、まあ、強力なスキル叩き込んだりみたいな使い方になります。でこっちの、ファイターはですね、まあ、どっちかっていうとスピードが速くて懐を潜り込んで、ガンガン、まあ、ディフェンス稼いでいくというか、まあ、攻撃力特化型ですね。いいですね。結構 リスクかいくぐって、まあ、懐に入って攻撃力、まあ、発揮していくようなパターンです。風が速いですね。そうですね、結構回転速いんで、上手い人は やってると結構気持ちいい。若干ゴブリンが逃げてる恐れをのぞいてる感じが。そうなんです。さて、待てない人向けですよ。この次がボスステージですね。はい、はい、さあついにプレビューでいきますが、ボスがですね、はい、何が出てくるんでしたっけ。これこれはですね、これゴブリンキング近距離有利、これなんか攻略法が名前に入ってますね。これそうですね、これはちょっと設定のミスかもしれないですがゴブリンキング近距離有利は本番では出ないこれは近距離が有利だそうです。そうそう、近距離有利はバレちゃうんで、はい、近距離有利だってことは今公開されます、初公開です、ね、これはまずいパターンです、ね、設定上でいやだからね、こういうのすぐみんな設定しちゃうから、そ完全に実はこれ、実はこれ打ち合わせと全然違うパターンなんですよ。あ、そういうのをスガピア大好きで、いや勝ちましたんでね、すぐに負けるわけにはいかない。アドリブ大好き、アドリブ大好き。これ一応3キャラ分、はい、で、3キャラ分やりました、はい、すごいサクッとでしたけどね。そうですね、サクッと見ていただきました。で、今日は、はい、
本命はフリーストなので、フリーストこんな形ですっていうのをですね一回スライドを用意しましたので、ちょっと見ていただこうかなと思います。スライド映りますか。はい、ちょっと今日見ていただくのはシリルで、キャラクターボイスがなんと小清水杏さんです。でも素晴らしいボイスで、特にそのダウンとかノックバックの声が恋人しか聞けないんじゃないかみたいな恋人って非常にいい声が、そうなんですよ、わざとダウンしちゃいますもんねシリル、負けちゃう、そうなんですよ負けちゃうやつ。ウエストの細さすごいですね。これミニキャラですよ、ね、はい、実際こんな感じで、あの右から2番目がちょうどダメージを食らってる表情が本当だ。かわいい。で3つスキル持ってまして、スキル1つ目が打ち上げて、まあ、メイスを振り上げてこう敵を直にドーンと、まあ、かっ飛ばすようなイメージですね、はい、ホームランみたいな感じになってます。でスキル2が壁を作ります。壁を作ると敵がその進行をこう阻害することができるの でそこで、防いで、その間にナイトとかファイターが隙を見つけて叩き込むみたいな感じになります。でスキル3がもちろんフリーストなので当然回復です。で唯一回復が使えるので、特にマルチプレイとかね、回復役を1人で、まあ、みんなが死にそうだったらあの回復をやってる。でポイントはですね、魔法陣に触れないと回復しないんですよね、これ。そうですね、はい、範囲内でっていうことですね。なんでみんな集まれって感じになるんですね。集まれフリーストで今日ちょっとですねプレイ前にですね、はい、今からシリルプレイするんですけど、大切なお知らせがありまして、はい、はい、大切なお知らせ、なんとあやたん追憶なのに緊急参戦ということです。台本にないですよ。これ台本にないですね台本にないですからね。スガピーすぐ台本にないことやっちゃうからすごい。実はですねこんな形であやたんのプリーストを、何画像集めてるんですか、ちょっと待ってくださいよしました。これちゃんとねあのアメブロの画像作っていいか確認したんでね、すごい。かわいい、これ星4で、そういうことだったんですか。そうなんです。あもういやだって告知用のバナー作るんで言われましたよ、告知用のバナー作るんで画像もらっていいですかって言われましたけど、勝手に作っちゃったパターンですねあもうしかもマント見てください、マントにあやって書いてますよちゃんと。ほんとだ。これはですね、うん、デザイナーの粋な計らいで、あやって書いてもらって、スタイルもですね非常にレア度にふさわしいものと、うん、ちょっと待ってくださいね。でもスタイルレア度に等しいのかもしれないんですけど、はい、皆さん結構胸に突っ込まれている方、ね、言ったけど知ってますか、私こんぐらいありますからね皆さん。しかも星4なんでかなり強いですよ。星4なんですか。あ 星4です。星4にしてくれたんですか。あそうです、最高レア度、粋な計らい。なので最初そのリリースした時はまずあやたんを入れるためにちょっと僕も頑張ってみようかなと、はい、ちょっと髪の毛元に戻しますね。今日髪切ったって言ったから、髪切っちゃったんですよ。ちょっとデザイナーさんにお願いしないといけないんじゃないかみたいな。確かにね、髪元に戻しますね。そうなんですよ一応なんかこの中で、まあ、こういう顔のイメージで雰囲気的にはちょっと、うん、赤が好きっておっしゃってたんで、はい、そうですそうです、これでお願いしますっていうふうにさせていただきました。ありがとうございます、はい、ということで今度は画面を切り替えて、実際今度ですねシリルをまず最初に、はい、僕とマサルさんでそのマルチをします、はい、でそれを見ていただいて、今度はその違うキャラ、あや、あ、名前本当はあやってんですよ。キャラ名、はい、あやともう一人のキャラクターで和光さんとプレイをしていただいて、今日締めようかなと、なるほどです、ね、いう感じでございます。ちょっと急いで設定するのでちょっと待ち、あの、はい、トークしていただいて、はい、左下ちょっとあのノーメイクなんですけど。あ、そうですか左下一番あのいいかヨーグルトの CM とか出そうですね、あれ。ヨーグルト、あ、そうです。ノーメイクの方がいいって言われます。素晴らしいなと思って。あやたんボイスあるのって言ってますね。あ、そうそう、で、そうですね、あのなんか2部とか今後シナリオを収録するときになんか来ません？え、いや収録して、いいんですか、ミス棒読みって言われてますけど、ないそれちょっとリテイクなんかいっぱい入る、リテイク100ぐらいいたから大丈夫ですか。それで、あの、はぁぐらいになりますよ、はぁ、やぁぐらい、いいんじゃない。あ、大丈夫です、大丈夫ですか、いい、はぁ、やぁぐらい大丈夫。あのダウンとかのボイスは僕相当こだわるんで、それやばい、恋人恋人っぽい、じゃあなんかそういうシチュエーションで撮っていただければ。あ、そう実際にちょっとそこにこだわるんでよろしくお願いします。嬉しい、え、ちょっと笑いすぎカメラの外の人たちすごい笑ってる爆笑あれこれマサルさん何プレイするんでしたっけ。1の2の3です、ね、あ、ごめんなさい、嬉しいですよね、泣きそうですね。いや、この日のためにこそこそやってたんですよ。ちょっとなんか胸元こうパッパッってやりたいですよね、パンって。実際にはできないんですけど、すみませんね。あやたんがその足が長いのが
なんかこう、うん、特徴だなと思ったので、うん、ちょっとだけスカート短くしてくださいと。ありがとうございます。短くしすぎるとちょっと僕がプロデューサーでなくなってしまうので限界を攻めてあれですというところですね。すごいな、はい、今マルチパーティー組みました。はい、で、シリルとですね、じゃあちょっと画面映してもらっていいですか。はい、今マサルさんが、使います、シリル、はい、使いますんで、はい、はい、では出発します。はい、はい、ちゃんと見とかないと。そうですね、見とかないとね。ちょっと僕たち本当にプレイに集中するのでわかりました。トークの方はまずじゃあもう実況はマコさんに、はい、していただいて、よろしくお願いします。はい、あとプリーストこれ移動が若干遅いんだよね。朝に若干遅くなってます。空気がつきましたね。さすが、ね、なかなかやっぱ移動になってきそうですよね。そうですね。でまあメインの役割はやっぱり回復なので、まあ、あの後方支援という形で、そこまで囲いしないって感じで、ね、になるそうですね。なんであのちょうどいいぐらいダメージ受けてもらって、うん、そうですね、今ちょっとあのかすり傷程度受けてますね。マジシャンに比べたら耐久性は若干あるんですか。これどっちが強いですか。耐久性は変わらないです。あ、まあ、なるほど、はい、どっちもあんまり硬い方ではないですね。そうですよね。でも案外結構プリースト打撃なんですね。あ、そうなんですよ、メイス使ってるので、かっ飛ばしたりっていうのを、ね、回復してって言ってます。回復してっていうコメントが。そうなんですよ、ここをやると回復してって言えるね。なるほどなるほど。マルチピアの時にぜひ使っていただこうかな。お、出た。お、フリーストをちょっと見せようかな。あ、確かに俺ついていかないとダメなのか。そっか、そうですね、そっち映らないからね。サルさん頑張って。そっか、ごめんなさいごめんなさい、自分のとこ見てた。魔法スキルをちょっと見せて。あ、もらって、すごい。あ、魔法陣、魔法陣が入りたい。これ壁です。これ壁です。これ壁でぶつかるとやっぱり。そうですね、まあ、ちょっと今おでこ。ああ、なるほどなるほど。引っかかりましたね。結構大量にその突っ込んでくるような狼が出てくると壁で一回ブロックしてもらって、その戦いブレイクしてもらうみたいな調整役にすごく効きますね。で、隙をついて僕がスキルをこうやって決める。すごい今の連携。なんかちょっとハメコンボとかできそうですね。ああ、そうですね。結構その支援系に振り切ってるような形ですね。ちゃんと隙を作ってくれる役として。ね、宝箱ちなみに開けると回復します、ね。うん、ちょっとコンビネーションが試されるマルチプレイっていう感じのマルチプレイですね。そうですね。やっぱサポート役なんで、まあ、そういう意図が組み込まれてる感じですね。押し出す系の技を打ってモンスターがいてその奥に壁を置いておけば、ね、そうですね、ずっとやれるみたいなね。そうですね。で結構壁にも、まあ、この後あのいろんな種類の壁が出てきて、はいはい、単純に、まあ、あの止めるだけではなくて、うん、まあ、ちょっと結構吹っ飛ばしたりとか、あ、なるほど。でいろんなタイプの壁が、まあ、うん、壁というよりか設置系の魔法っていう括りですね。はい、あ、やばい、あ、やばい、マジこれもうあのマジトーンもやばいよし、お、これ回復は結構時間が、ああ、そうですね、徐々に回復していったり。そうなんですよ、魔法陣に入るのがやっぱり大事なので、うん、MC ですね。あ、やっぱこれどのスキル打ってる時も無敵なんですか。いや、違うんですよ、無敵ではないです。そうですね、無敵ではないですね。なんで、失敗すると崩されちゃうので、うん、ああ、なるほど。そうなんですよ。で、特にマジシャンとかプリストは、その詠唱というか発動が遅かったりするので、まあ、それを気をつけて発動するというイメージですね。うわ、お、これはですね、戦い方としては、はい、マサルさん真ん中に壁を作る。マサルさん作りました。もし引かなかったから、進みながら作りました。隙を作ってもらって、ナイトが戦うですね。なるほどなるほど。時間経つと壊れるね、壁。よし、ここで引っかかるからスキルが入りやすくなる。こんな感じですね。どのくらい持つんですか、壁。壁どのくらいですか。壁は時間とともにですね、HP があるんですよ。あ、耐久力があるんですね。耐久があって、で、まあ、それがなくなると消えます、ね。当たる相手がね、ちょっとひるむから、そこが起点になりますね。もう MP がない。MP なくなりました。気づいちゃいました。ご利用は計画的に。ち
通常攻撃だけ言ったら1回復する。あ、そうなんですね。カブト割りで最後とどめですよ。もうね、コメントでも連携感がいいなって素晴らしいですね。これ3人だったらもっと増えますね。もっとそうですね。増えます。後ろに魔法使い2人で後方支援してもらいながらファイターが突っ込むみたいなのもできる。いろんな組み合わせが試すことできそうですね。そうですね。じゃあ次は早速同じステージですが、はい、今度はマコウさんとアヤタンに。そうですね。ちょっとどうしよう、私たち初対面なので。初対面なので絆は試されないかもしれないです。いやー、ね、それでも連携とぜひ取ってもらって。そうですね、頑張りましょう。まあ同じショートヘアだからそれで連携取れない。関係あります。多分連携、ここも今いる4人ならいけますね。なるほどなるほど。じゃあこっちを、うん、こっちアヤタンにします。はいはい、僕の今持ってる端末を和光さんにお渡しします、はいはい、でちょっとクエスト入りますね。緊張してきた。始まってないゲームを触れるのすげえありがたいですね。そうなんですよ。私いつ触れるのかなって、ね、毎回なんか触らせてもらえないんですよね。そうだったっけ。1回だけ。あ、そうですよね、うんうん。だからこれリリースされたらね、友達に俺あれリリース前に触ってたけどみたいな。自慢できる。やってたけどみたいな。上手い人ですね。できますよこれ。すごいねって。お、やりました。じゃあこの状態でまずは端末を、はい、皆さんで出発はですね、和光さんもしますね。おーい、はい、なるほど。僕がこの左のファイターですね。ファイターですね。キャラクター使ってるけど、マサルさんって書いてあるっていう。ちょっとプレイヤー名なんである意味ちょっと俺が変態みたいになっちゃう。もうね、じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。出発します。お願いします。なんかさっきコメントで、ワヤタン実装されたら愛用するわっていうコメントあったんで。あ、いやー、いいですね。いいですね。ってことはこれ確定で手に入るってことですか、ワヤタンは。ワヤタンはまだどう、まあ、そうですね。そこまで決めてない。そこまで簡単には出させないわよ、私。おー、いいですね、これ。ワヤタン、そうですね。画面内に、俺と一緒で画面内になるべく近寄ってもらった方がいい。ワヤタンがここだ、ここ。はい、頑張って支援してください。そう、支援なのに、支援なのに。いつもクリアさん使ったから。お、あやた無料配布でってきましたね。絶対やだよ、絶対しないよ。これはちょっと、まあ、星4ですからね。高まる期待。そうですね、期待が高まります。あやたんの攻撃を見せてください、ね、僕はカメラマンしますから。あ、そうです。ファイターはやっぱり連撃、その距離がね、あの射程距離に近い代わりに遠連打が効くので、なんか黒い壁みたいな。そうなの。すごいすごい。でこの今あの和光さん使ってるファイターも星4のファイターで、うん、はい、かなりこうスキルがド派手なスキルをかませますね。あやたんはちなみにプリーストですね。プリーストなんで、はい、ちゃんと死にそうになったら回復してあげていただければ、うん、まだまだ大丈夫ですよね。一回やってみます。ちょっと回復大丈夫、絆を確かめるために。スキル3ですよ。いきますよ、はい、どうぞ。はい、おお、回復した。え、いいよね、あって、おー、当てれます。あ、そうだね。あ、あれあれ、ダメだよ。いや、当てる不安になっちゃった。私、回復できないキャラみたいな。回復失敗キャラみたいな。これ右ですかね。おかしいですね、自分を使い始めた途端下手くそになるという。これ今度ボイス入れてくださいね。わかりました。ちょっと頑張ります、ミス棒読み。ミス棒読み。本当にあの、まあ、ゲームってセリフがあったりとかするじゃないですか、はい、すっごいあの心を込めて私は読むんですよ、いつも。わあすごいみたいな。今のがもうすでに棒読み。え、やばい、ちょっと待って。いや、もうダメですね、未来が不安ですね。この足元に出るのが緑の輪っかは何なんですか。あ、これはですね、マルチプレイやると結構人がこうガヤガヤなるので、まあ、自分がどれかっていうのが分かる。あ、なるほど、はい、目印。そうですね。ちなみに今あやたんのボイスは仮の声優さんが当て込まれてるので、はい、おー、本当ですね。ちょっと天然系のなんかボイス。あ、そうですね。天然系も私っぽくないですね。あとそこに壁を置いても左端。違うんです、動いたんよ。こっち来て。じゃあ真ん中にちゃんと。ちょっと狼が怒ってます、ね、あえてひよってますよ。あ、やばいやばいやばい、時間を稼ぐ。え、よいしょ。おー、何もしてない、何もしてない。まあまあ、ファイターの仕事ですから、それは。まあ仕方ない、仕方ない。あ、そうそう。クリアしましたわ。ちょっとポンコツすぎませんでした。いや、でも、ちゃんとなんかあやたんの良さは出してたんじゃないかな。うんうん、それ、フォロー入りました。フォロー入りました。ぶっちゃけ何もしてない。
かわいそう。回復はできましたからね。リーストの良さ分かっていただけたでしょうか。はい、いやあの回復がなかったら死んでたから間違いないですね。あれがなかったら相当やばかったんで、ね、死んでたまである。これ間違いないです。自分のキャラクター自分で使えないかもしれない。いやいや、それ練習しといてください。練習どこで練習したらいいですか。いやもう、いやいやいや、ちょっとですね、はい、はい、ということで、どうでした？いや、まあ、あやたさんがちょっとこれからどう上手くなっていくかどうか見ものですね。あの、私、あの、上手いんですよ。そう、あやさん上手いですよね。そう、本当にないと、なんか、確かにライターとか上手なんですよ。まあ、でも、今のプリーストを見てる限り男気があるんで、やっぱ、男性キャラの方もしかしたら前衛でバコバコしたいですね。バコバコしたいっていうね。攻撃よりかもしれない。男性素体にした方が良かったかな、じゃあ。嘘でしょ。キャラ性別は男にして。嘘でしょ。ボイスだけ当ててわかりました。素晴らしいキャラでした。はい、はい、ということで、そろそろ終わり、早いもので、あっという間ですね。早いもので、はい、強くなお終わりの時間となってしまいました。ちょっと重複してしまうんですけど、こうさん、本日はいかがでしたか。いや、面白いですね。これはリリースされたら普通にやりたいですね。これ、あの、予約的なコード的なやつのあれは始まるんですか。あ、そうですね、そうですね、もうそろ、もうそろそろじゃない、もう今、クローズドベータの受付、うん、はやってます。そうですね、募集は、はい、はい、してます。で、もうそろそろですね、なんとか皆さんのお手元でプレイできるようにやりたい、いいんじゃないかというところで、あの、つゆくなうのホームページに行っていただけると、はい、あの、クローズドベータの募集やってますので、はい、そうですね、あと、随時ツイッターでも情報をどんどん公開していきたいなというふうに思ってますので、ツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。はい、はい、お二人、はい、まだありますか。いや、なんか、最後に感想、いや、なんかってなんか、いや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 、決まり、なんかってなんですか。まあ、そうですね、まあ、あの、今回、あの、プリストを出させてもらったんですけども、はい、まあ、それだけじゃなくて、まだまだあのコンテンツとしてはたくさんあるので、はい、あ、ちょっと徐々に徐々に情報を出していければなと思ってます。まあ、あとシナリオとか、はい、あとはそうですね、あの、敵もまだまだいるので、まあ、その辺とか、うん、あの、まあ、ぜひお楽しみに待っておいていただけると。じゃあ、はい、今回はまあどっちかというとキャラクターに焦点当てて、そうですね、次回からはちょっとモンスターに持ってます。そうですね、そうですね、わかりました。ちょっと交互期待ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではここで強くなおコーナーが終わりということで、続きましてはソウルアームズになります。スガピーマサルさん、ありがとうございました。ありがとうございました。アポさんにも引き続きソウルアームズのコーナーも出ていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、あ、この二人の抜きってことは二人で喋れってことです ね。もう二方が入っていく時ですね。はい、はいはいはい、皆さんいかがでした。面白かったですよね。うん、いいな、やっぱ片手でああいう横スクロール系って少ないんで、釣り革持ってでも、ね、電車でできますよね。そうやっぱりやりやすいですよね。両手のね、ゲームもまあ見やすいんですけど、やっぱ片手のそういうのが欲しいし、うん、やりたいですね。でも、あやたさんが出るんやったらね、あ、使ってくださいよ。使いたいですね。あ、本当に、お世辞じゃないですか。いや、棒立ちで倒されるみたいなのねそういうサンドバッグじゃないんだから私そういうのを楽しむ人なので、いいですね。はい、あれ、あの、うん、縦で結構あの引きが見たいとかっていう方の意見とかも結構あったりしてたんですよ。そうそうそう、でもあの変えるんですよ、ピンチ。そうそうそう、僕あの控え室でちょっと見させてもらったんですけど、す、ね、画面普通に戦い、なんていうんですか、普通にそうあのピンチアップ、みんながあのいつもやってるように拡大と縮小できるんです。そうそうそう、ピンチインピンチ、そう、操作性変わらずにね、その自分の主人公とかのいる場所だけピンチアウト、うん、ピンチできるんですよ。できるんですよ。なのでね、本当早く、いち早く皆さん手元に届いてほしいゲームだなと。すごい操作性がいいですね。うん、私出身はサイレントヒルです。静岡ですよね。滑った静岡ですよね。滑っちゃったかな。あ、オッケーということで、でも次に移動したいと思います。オッケーなのかな。はい、大丈夫だと思う。うちらの絆はね、温まりました、ね、今日はあったばっかなんで、ちょっとまだよくわかんないですけど、温まりました。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、スマホ教頭は新境地へ、ソウルアームズ爽快
電撃アクション RPG タップ&コンボの簡単操作でモンスターをなぎ倒せ。新システムデュアルアームコンビネーションを搭載。2つの武器を駆使してコンボを決めろ。最大4人の共闘バトルでは戦闘の途中いつでも参加できる乱入システムを採用。400種類以上の装備品でオリジナルキャラクターを作成。手に入れた素材でさらに装備を強化。幾多の巨大ボスを倒し最強の戦士を目指せ。電撃アクション RPG ソウルアームズ。はい、続きましてソウルアームズです。よいしょソウルアームズ。はい、決してダークサイドに落ちてるわけではありません、はい、今回このパートはですね、ソウルアームズのプロデューサーの石井さんとアートご担当の村様、そして引き続き和光さんにご出演いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではちょっと新しいお二人に自己紹介していただこうと思います。石井さんからお願いします。はい、ソウルアームズプロデューサーの石井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。トライフォートアート担当の村です。よろしくお願いします。はい、お願いします。これね、村さん、はじめまして。はい、はじめまし て, まして。なんで村様なんですか。やっぱりごめんなさい、全然出てこない。台本にそう書いてあっただけですね。そうそう、台本に村様って書いてあるんで、ね。はい、台本を作った人のちょっと、ね、遊び心で、ね。はい、村さんでお願いします。村さんでいいですか。さんで大丈夫です。さんで。じゃあ村さんで。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、で、あ、ソウルアームズなんですけど、現在事前登録中で、うん、加藤会議のステージもマルチプレイの対決が盛り上がったんですが。うん、和光さんはちょっとあれですか、試合とかもあったんですけど、ソウルアームズは使われてますか。いや、全くやってないですよ。なるほど、うん、まあですよね。すぐ帰りましたからね。そうね、さっきの感じだとすぐ帰ってご飯食べました、うん、そうです、東海議員はほとんどいなかったので、はい、やりたかったですけどね、うん、まあ、視聴者の皆さんの中にも今日初めてソウルアームズを見るという方もいらっしゃると思いますので、まずは簡単にソウルアームズがどんなゲームなのかというのを石井さんからご紹介いただきましょう。はい、はい、ソウルアームズですが、2つの武器を交互に繰り出して、はい、楽しむ連撃アクションというところと、うん、あと乱入式の、共闘バトルというところが特徴の、うん、本格的なアクション RPG となっています。乱入できるんだ、はい、そうなんですよ。乱入なので、決まった、ね、こう部屋を作ってとかしなくても、うん、そうです、うん、いいんですよ。超手軽に共闘ができるというゲームになっています。はい、はい、で早速じゃあゲームの方を、はい、やってみましょう。はい、あ、僕触れるんですね。はい、やった。もう用意されてますからね。あ、すごい。和光さんはこの赤いこうド派手な剣を持ったすごいキャラクターですね。 100% 炎属性でしょこれバレましたね。ご名答です。あ、すごい、そっちの武器いいですね。はい、ちなみにこの僕の装備しているのが事前登録キャンペーンで、うん、付与される海賊セットになってまして、実はこの、はい、今持ってる斧装備が、うん、新しく追加になった10万人突破キャンペーンの報酬となってますんで、ぜひ皆様、はい、事前登録していただいて、はい、10万人報酬をゲットいただければなと思います。もしかしたらアンカーですか。アンカーです。カニアンカーというのがすごい。もうさ、引っ掛けたいですね、マスクリカ、はい、ただ、アンカーって船を止めるもんやから人が持てる重さじゃないですか、はい、本来で。これはソウルアームの中では何でもあります。何でもありなんですね、はい、何でもありなんですね。では早速クエストに進行してバトルをやってみましょう。はい、はい、どれをしたらいいんでしょう。シナリオクエストと書いてあるので、もうちょっと上に行っていただいて、こんにちは、私によう、この女の子の吹き出しですね、はい、そこで第1章のオルヴァント降臨の、はい、いただいて、はい、決定ですね。降臨何度見たのか。はい、2番のウォーヘッドとは、はい、読んでみましょう。いいですね、絵の感じが僕すごい好きです。お、絵の感じが、うん、でかい武器いいですね。はい、これ好き、はい、これも好きです。ほう、で、ここがクエストの進行画面です、ね、フィールド形式になってまして、
あ、僕このタブ買っちゃいましたけど、いいんですか？今は確かにこれは下の人に当たっちゃいましたけど。あ、ってことはバトルに入ってしまった。これはどうしたらいいんでしょう。これはもう進めちゃってください。倒していいんですか？はい、どんどんやってください。もう頑張って A とシューターに割り振られたのを。あ、武器が変わった。そうなんです。すごい。もうなんか開発の人みたいに話し出した。はい、同じ人になった。はー、この A と B の武器団体でも攻撃できるんですけど、うん、これを交互にコマンド形式、はいはい、あ、今みたいに振り出すと単体では出ないようなコンボが変わるんですね。そうなんですよ。だから振り出せるのが大事になって。あ、いいですね。いろいろやってみてください。つなぐことで変わるんですね、攻撃が。なんで本当ボタン2つだけなんですけど、うん、いろんな種類の技が出るところがかなり特徴ですね。さらにですね、おー強いですね。さすがもう速攻クリアしちゃいました。ね、今の最後の技がね、いいですね。さすがです。こういう感じでどんどん進めていくんですね。そうです。そうです。いいですね。あ、これ出てきたじゃないですか。どこ行っちゃうんですか。じゃあ もう一度その紫の壁の兵士に、うん、はい、紫の壁は何が出てるんですか。これね、当選簿印ですね。こいつを倒さないと、このターゲットっていう、あ、そいつが最終目標みたいな、はい、そうなんですよ、ね、なるほどなるほど。ただその寄り道すれば経験値手に入る的なことですか。さっきの今の道行った時みたいに、はい、さっき事前登録してきましたっていうコメントありますよ。あ、なんか誰もなんか反応してくれなかった。誰も拾ってくれない感じでしたね。嬉しいです。今ね、すごい今、わーすごいありがとうっていうところですよ。石井さんが無視してる。この進行が進まないのがちょっと気になってます、ね、ああ、そんな感じですか。前の生放送ならではのトラブルが起こっておりますが、はい、すね、うん、お、進まないですか。ちょっと皆さん少々お待ちください。はい、この間にちょっとね、うんこめにあるソウルアームズ事前登録こちらという、こちらのところからホームページ飛んでいただいて事前登録ぜひしていただけたらなと思います。ホームページ見たら大体ソウルアームズどんなものかっていうのも分かりますしね。これ変えちゃいましょうか、これ。石井さん、石井さん、マップもないですね。MC 立ちましたよ。MC 立ちましたよ。もうこっち必死なんで。あ、そうですね。で、今ここ教頭ランニングオーケーってなってるところに入ると教頭が可能になる。はい、あ、進みました。あ、行ったかな。はい、あ、行きましたね。はい、はい、ようやく。あ、これで、あ、来た来た、一緒だ、一緒の場所にいる、はい、これで一緒のバトルができます。はい、おお。いいですよ、僕このコンボ数稼げるやつ一番好きです。おー、どんだけ繋げるかみたいな。そう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 。お、なんか実況とかしててもそれしかやらない中になっちゃって視聴者に怒られるパターンですけども。コンボを繋げるのと、そのボタン3つある上のボタンがスキルボタンになってるんですよ。ほうほう。これを押していただけるとかなり派手なスキルが。ほう、そうなんです。武器ごとに違うので決めていただければ。よし、ほら、お、うわー、すごい。はあ、これ時間で貯まるんですか。そうです。あ、これ武器ごとに使えるんですね。そうなんですよ。こっち行こう。ああ、すごい、よく目回れへんね、これね。冷静ですね。めちゃめちゃ完成します。何でもあり、何でもありだよ。あ、すごい。あ、時々蹴りを入れるんですね、こんな。そうなんですよ。いい武器持ってるのに蹴りに変えちゃうんですね。全身で戦う。素晴らしい。お、この大きな武器はどこに隠してるかっていうのちょっと野望ですか。これはもう速攻切り替えるので、そこはもう見えない。はい、そうしようです。おお、いいですね、はい。爽快感がすごい。なんか無双系をやってるような感じ。まさにそんな感じ。無双を複数のプレイヤーで体験できるんですね。これターゲットいったいですか。はい。じゃあ、よいしょ、せっかくなんでターゲットいっちゃいましょう。いいなぁ。これも属性があるんですか。属性ありますね、うんうん、炎属性とか氷属性とか、うんうんうん、氷ですね。おっ、石井さんが入ってきたかな。来ました、ね、おっ、取ってきた。はい、じゃあ、ナイトさんと取り出しちゃいましょう。あ、取り出しますよ、ね、おっ、じゃあちょっと目玉にいってしようかな。あ、いいなぁ、いいですね、そういう小回り効きそうな剣もいいですよね。
さん静かになっとるぞコメントでもらったんですけど、石井さんに無視されてから、そう、石井さんにちょっと無視されてからへこんでるんですよ。発言が著しく減ってしまいました。発言考えてます。トラブル対応に必死だったんで。でも石井さんはそんなに生放送とかまだ出られてないですよね。そうです、これ3回目ぐらいですかね。そう、はい、3回目なので、これからどうやって石井さんがおしゃべりになっているかっていうのをね、皆さんに、はい、ご期待いただければ。もう来てますからね、結構もうスタートラインが、いいですね、はい、石井さんの必殺技は見えないですか。石井さんの必殺技は解けないですか。あ、戻ってますよ。戻ってますか。スキルですね。そう、スキル、はい、おー、はい、すごい、うん、クリアしました。村さんも走りますよ、主義。ちなみに村さんはどこら辺のアート担当するんですか。はい、主に主人公のビジュアルとか、あと基本的にはモーションの方を担当してます。あ、まあ、結構いろいろやられてますよね。そうですね、マルチな感じですね、はい、うん、結構主人公危ないことしますね今ね。あんな大きいのシュンシュンシュン後ろに人来たら危ないですね。なんでもありなんです、はい、はい、じゃあ次ですね。なりますね。なるほど、関しては面白いな、はい、でいいの、はい、以上でしょうか。タゲームの紹介はこれで、わかりました、はい、ありがとうございます、皆さんどうでした、視聴者の皆さんも。いいですね、これ、うん、はい、まあちょっとまだまだプレイして、うん、もうちょっと見せたいっていう気持ちが山々なんですけど、本日のメインコンテンツに移動したいと思います。こっちがメインじゃなかったんですね。そうなんです、はい、もうゲーム紹介は結構行ってきているので、ほうほうほう、はい、で本日のメインコンテンツなんですが、うん、俺のソウルアームズです。おー、はい、俺のソウルアームズ、はい、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、うん、石井さんちょっとご説明お願いできますでしょうか。はい、ではパワポンの方、うん、はい、このような形でですね、ソウルアームズ非常にいろんなかっこいい武器が魅力のゲームなんですが、はい、ぜひこれですね、ユーザーの皆さんにもいろいろ武器を考えていただいて、アイデアを応募していただけると嬉しいなと思って始めたキャンペーンになります。めっちゃいいキャンペーンじゃないですか。も私も応募しましたからね、はい、え、やったんですか。めっちゃ細かく書いて、で多分ね、提出したんですけど、鉛筆が薄すぎて分かりづらかったと思うんですよ。でもこれ採用される可能性があるってことですよね。そうそうそう、応募すれば、ね、やっぱ狙っていきたいところですよね、そこは、はい、で応募の方はもう簡単で、ツイッターで、ハッシュタグ俺のソウルアームズをつけていただいて、もう絵もあってもなくても大丈夫なんで、ぜひご気軽に応募いただければ。この文字だけでも採用されるってことですか。応募した方は結構いらっしゃいますね、はい、そうなんです、文字だけでも、いいですね、はい、で最優秀賞に輝いた方には、ゲームで登場するという権利と、あとは1万円分のギフトカードが、はい、もらえる。むちゃくちゃいいじゃないですか、はい、でさらにそこから漏れた方に関しても30名の方は抽選で5000円分のギフトカードをプレゼントということで、はい、最優秀賞ちょっと無理かもしれないけど いいなこれ、うん、5000円をゲットできたかもしれない。やっぱちょっとこれ3000円ぐらいで絵師さんを雇ってバンバンツイートしようかな。ずるい、差し引きで2000円もらえるかな。いいな、はい、はい、ぜひ、うん、引き続きご応募いただければと思います、はい、うん、まあこの俺のソウルアームズ企画なんですけど、うん、まあちょっと最初にも番組の最初にも言ったんですけど、本日までにですね400件以上、はい、の応募をいただいているということで、すごい、今回はその中間発表としてスタッフ注目の作品をご紹介していきたいと思います。おお、いいですね、うん、で皆さんちょっとお手元に何か変わったものがあるんじゃないでしょうか、うん、あ、これですか。そうです、そうです、ありますね、あります、どうしたかな、ありなし、あ、はい、かなりありがブラックな感じですね。大丈夫かなっていう。ちょっとなんかそう、実は今ね皆さん画面では見えてないと思うんですけど、ブルーバックでやってるんですよ背景。そうそうそう、青にすると、あ、いいじゃん、青でやろう、青でいこう、青でいこう、青でいこう、はい、分かりやすい、こういうことなんですよ。黒巻きで言うと、そう、本来はねこうで青で作っちゃったっていうお茶目な方がいらっしゃって、で今回どうしようってなってたんですね。まあそのありなしの札
で、このアイディアはありだったらありの方を上げていただいて、なしだったらなしの方を上げてください。で、今日はあくまで中間発表ということなので、まあ、今日の内容を見てさらに皆さんね、これからでも投稿することができますので、はい、しっかりちょっと見ていただいてという形になります。はい、出てこなかった夏の中からまた最優秀が出る可能性もあります。全然、はい、それもあります。まだまだチャンスは残されてます。どしどしご応募いただけたらなと思います。ちょっと、ね、僕も応募するんで、ちょっとなんか癒着的なものをいただけないかな何を言ってるんですか。後でほんまに応募してみましょう。はい、はい、では早速作品を紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目はででん、はい、サイコロ投稿者5月病マリオさんということで、マリオさんが、はい、こちらですね、東海議って書いていただいたものですよね。東海議2016で書いていただいたもので、まあ、出た目によって攻撃の威力が変わるといった、うん、むっちゃいいじゃないですか、それ感じ、うん、になっております。いいですね。でもマリオさん振っても1しか出なさそうです。そうですね、ディスリーです。マリオさん言ってきますよ。いや、マリオさん大丈夫です。そうね。そういう仲なので。はい。そう、マリオさんね、東海議員さささって書いてて、セントスさんのなんかを書いてくれたりもしたんですよ。うん、まあ、その辺はちょっとツイッターで見ていただいてっていう感じで。次行きましょうか。ありなしね。ありなしね。しね、大事なところですね。そうだ。危ない危ない危ない。一番大事な、はい。じゃあ、皆さんに、ありかなしか上げていきましょう。せーの、ありありです。ありでしょこれ。はい。めっちゃいいじゃないですか。ランダムでいろいろ変わるところが、はい、面白いなと思います。ね、面白いということでね。コメントの皆さんも自由にコメントで参加していただいて、ね、はい、一緒に盛り上げてください。1出たらちょっと自分食らっちゃうとかね。最悪。でも6出たら10倍みたいな、そういうリスキーなやつが僕好きです。もう数字にとらわれずに振っていく感じですよね。うん。なるほどね。はい、では分かりました。ちなみに石井さん、ありの理由は、あ、やっぱりいろんなランダムで攻撃ができるって、威力が変わってくる。同じことですよね。すいません、一目しました。さっき言ってたもんね。そうですね、ちょっと同じところを2回生きてるみたいで、私もう一回電車の感がそうだった。聞き直すからでしょ。もう一回言った方がいい。言ってたから。次行きます。はい、次こちら、はい、猫ですね。頭身もしくはつばのところに猫の模様があって、振ったらにゃーんって鳴くってことで、投稿者でんでんさんです。はー、はい、想像があまりつきづらいですね。頭身もしくは、ちなみに補足がありまして、うん、画像はうちの子ですということです。あ、かわいい、かわいいですね。はい、どうですか、頭身に猫の模様。まあ、頭身かもしくはつばのところなんで、そう、模様なんで、あくまで、まあ、もしかしたらアートの方がね、猫型になんか描いてくださるかもしれないですけど。だから鬼連打したら、にゃ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 ーってなるでしょ。それちょっとゲームプレイに支障が出そうな気はしなくはないですよね。この猫ありですなって。でも普通に可愛いっていうコメントもやっぱありますね。じゃあ、ありなしの判定いきましょうか。はい、せーの、あり、みんなありじゃん、はい、ありじゃん、あり、和光さん、支障が出るとか言ってましたけど、なんで。いや、でもそういう武器も込み込みで、やっぱいろんな選択肢あったらいいじゃん。全部ガチ武器だと、うん、やっぱ ね、まあ、そうだね、いろいろその振り幅があった方が楽しいですし、確かに。だから、なんだろう、ネズミの敵が出たら特攻があるとか、うん、そういうのがあっても面白いかなって思って、うん、いいこと言いますね。なるほど、はい、ということで、次に行っちゃいましょうか。はい、次はこちらです。投稿者、新中さん、ゴニオメータカだけ。これはなかなか個性的な。この画像、どこで自分が持ってたのかな。何のこれ、器具なんですか。ですね、理学療法士という職業的にゴニオメーターが打鍵器だなということで、彼は理学療法士なんですかね。新中さんは理学療法士ということで、ゴニオメーターというものは関節の可動領域を計測するときなどに使うもので、打鍵器は角形などを調べるときに膝の下をカーンカーンって叩いて、こうポンっていくかどうかっていうやつですね。知らねえ、はい、初めて見ました。結構コメントの反応すごいいいです。いくらすんだろうな、あれ。いや、どう使える、まあね、もしかしたら人型の敵が出てくるかもしれないからね。無駄知識が増えるねって、もいつか皆さんゴニオメーター使うかもしれないですからね。言っとくけどね、
ね、なんかちょっと最近活気気味なんじゃないの、俺の5ニューメーターで測ってやるよ。ないでしょ。ないか。ないでしょ。そういうのね、もうね。はい、じゃあちょっとありなし聞いていきましょうか。せーの。みんなありや。みんなありですね。ありでしょ。ムーさん、あの、はい、ちょっとあのどうですか、理学療法士とか、はい、ね、ちょっとありにしたい理由、理学療法士って身近ですか？いやでもアイディア面白いですし、 あと白衣とか防具にして、それでこうセット武器とセット防具とかにして出したら面白いなって思いますね。すごい幅広がってきましたね。本当にですね。なるほどね。そういうね、そう、白衣っていう、あ、なるほど。ちょっと一人ですごい納得してますね。はい、では続きましていっちゃいますね。はい、次お願いします。これはまた同行者、桜井の医学的な感じです。医学主流です。友達でしょ。体のつながりですね。先ですの友達でしょ、これ。そういう流れでやってるでしょ、多分。桜井桃太郎さんね。仙骨の尖った部分で攻撃するそうですね。あの、この、ここね、ここね、これ。なるほどね。これね、みんなこの部分で、この部分。ここ、ここ、ここ。見える、ここ、ここ。この部分で。めっちゃ尖ってますね。でも、骨の間にこう腕をこう通して、はーってやるんですね。なるほどね。あ、だからこの腕が巻きついてるのが肋骨ってことですか？うん、そうなりますね。肋骨も、本当だ。肋骨がキュッてなってるところに手を通してるんや。なるほどね。怖えよっていう。結構仙骨に反応してる方はいらっしゃいますね。そう、グロい。医学続く、みんなね、あの、なんか医療系の方なんですかね。腰椎の合間に皮膚挟まりそうで痛そうで。リアルに考えるとね、チクチクしそう。はい、ではありなしいきましょう、せーの。あれ、あれ、息が出ますね。ですね。じゃあちょっとあの石井さん、なしの理由は。そうですね、あ、背骨なんで微妙にこう揺れて打撃力弱まるんじゃないかな。そこまで想像しちゃうんですよ。ちょっと待って、そしたら打鍵器とか、うん、そういうのもなんかいろいろ穴が出てくるんじゃないですか。あそこはちょっとね、個性的すぎたので、はい、全部見てみたい。ついても相当ですけどね、急に辛口だって言われてますよ。はい、じゃあちょっと次行きましょうか。はい、続きまして投稿者イスレンさん、タイトルはないですね。まあ、独特ギミックを持つ両手剣と双剣の切り替えが可能。あー、なるほど。ギミックでね、変える、なるほどね。なるほど、日本の剣を一つに重ねてるってことか、その時両手剣なのかな。まあ、イスレンさんからのコメントによりますと、まあ、やはり独特のギミックを持つアーミスもぜひ採用してほしいので、これを両手剣と双剣の切り替えが可能のアームズだよってことです。かっこいいなぁ。でも細かいですね、これ書いてるんですよね。うん、うまいですね。ちょっとありなしいきましょうか、うん、はい、せーの。はい、お、割れました、初めて。ちょっとなしとありの理由聞いていきたいので、うん、まずは、じゃあなしの理由を皆さん。そうですね、すごいかっこいいんで、私的にはこれめっちゃ欲しいって思うんですけど、はい、ただ双剣が今のところ予定がちょっとまだ私の方では聞いてないので。聞いてないという。そうなんですよ、開発が、開発のみんながすごく頑張ってくれたらこれめちゃくちゃ欲しいです。あ、そういう事情があるんです、ね、そういう事情なんです、はい、もう受けて石井さん、はい、あのまさに全く双剣の話はしてないんですけど、僕的には双剣入れたいなとこれ見て思いましたんで、お、あ、はい、今ちょっとマインドチェンジ、はい、かっこいいなと思って、片手だけなので。じゃあちょっとツイッターでもね、双剣たくさん出てくるかもしれないですね、はい、出てくるか、後で村さんに怒られるかもしれない。仕事が増えると、まあ、いいと思います。はい、ありがとうございます。続きましていきましょう、投稿者4号さん、メルシアナの剣かっこかりということで、ちょっと細かいんですが、敵を一時的に石化することができる武器、石化中は打撃系の武器を使用するとダメージ、ダイアップとか、うんうん、他の武器とのコンビネーションで相乗効果が出る武器が欲しいとのことです。なるほどね、うん、メドゥーサってことなのかな、うん、メドゥーシアナの、メドゥーシアナかっこいいです、全然かっこいい系だった。かっこいいですね、はい、ただこれ下手したら自分が石化するでしょ。間違えたね。
これは違う、うん、それは考えてなかった。じゃあありなし行きましょうか、はい、せーの、はい、ありです。お、皆さんはありということで、和子さん、なんかやっぱこう、そのコンボっていうんですかね、はい、そのだからさっきの、何やっけ、打研機とか、うん、打研機、そういうなんか理学療法士的な人が、例えば状態異常になってる人がこう、なんていうの、現実でいう、 こう具合が悪いっていう風に見なして攻撃力が上がるみたいな、そのいろんな武器の組み合わせとか、状態異常でどうこうなるとか、うん、そういう組み合わせの武器があった方が絶対面白いじゃないですか。あ、うん、あ、なるほどね、うん、あ、そうですね、おっしゃる通りかもしれないです。単純にかっこいいだけじゃなく、こういろいろ特殊能力ある方が楽しいなと思ったので、うん、どうですか、石井さん。いや、本当見た目的にいろんな想像が広がっていくような感じなので、うん、ね、特にこの石化とかもすごいいろいろ楽しそうなんで、うん、ぜひ、うん、デザインもすごいですからね、はい、うん、いいと思いますね。はい、じゃあ次に行ってみましょうか。あれ、逃亡者消滅都市ギークこれ何何これ、マグロ、大間のマグロですね、うん、マグロとアイパッツのギーク、ちょっとね、癖があるんです。インターネットとか言うんですねインターネットなんですか。はい、なんか見ましたね、これね。でもなんか、あれなんですよ、マグロとか魚系がちょっと多かったみたいで、多いですね、なぜか多いんですよ。そう、まあなんかギークからのコメントなんですけど、うん、まあ、インターネットの大会をアイキ、アイパッチでかいくぐり、大間のマグロでぶん殴る、おって書いてあるんですよ、うん、まあ、なんか他にも冷凍マグロ、サンマとか、そういう感じのね、お魚さんいただいたそうで、はい、じゃあちょっとありなし行きましょうか、せーの、はい、はい、あ、なしで、あ、ぎ、多分ギーク上で怒ってますよ怒られるかなはい、じゃあちょっとなしの理由聞きましょうか。いや、大間のマグロは普通に食べたいものなので武器として使っていただきたく、あ、それか、なんか、なんだろう、特殊能力として食べて HP 回復できるとかだったら面白いかもしれないですね。武器を食べるんですか。そうそう、攻撃力減るけど、うん、緊急食料として使えるみたいなのがあったら面白いかもしれない。なるほどね。だから大間のマグロは炙りでいってくださいそれだけだったら実装されるかもしれない武器としては使ってほしい。ムラさん、アリは、はい、アリの理由、やっぱり魚欲しいですよね。私も大好きなんで欲しいんですけど、はい、アイパッツをどうしようかなって思った時に、あ、アンモ入ってますからねそうなんですよ。なんでまたこれもなんですけど、全身防具にしてアイパッツを縦にして、なおかつ顔もギーグさんを使ったりして、うん、そしたら楽しい全身装備ができるかななんて思っちゃったりしてこれはありだなって思いました。妄想は広がりますね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと続いていきましょうか。はい、はい、チェーンソーということで、ナトリランさんかな、投稿者ナトリランさんのチェーンソーですね、魚以外に人気だったのはチェーンソーという形で、ナトリ側を引くと歯が回転する、うんうんうん、出血効果がある、あ、継続ダメージですね、まあ、毒食らった時みたいな感じですかね、うんうんうん、出血してる間は HP が削られるみたいな感じですかね、うんうんうん、強そうですね、うんうん、どうですこの感じ。だからこれなんか、うん、電気武器やから結構攻撃力高いけど、ちょっとなんていうんですか、休憩時間を挟まないといけないみたいな人もいいかもしれないですね充電とか電電電電電電充電とかオーバーヒートとかね、あってもいいかもしれない。はい、じゃあ早速ありなし行きましょうか。せーの、ボン、まあまあありですよね。はい、はい、石井さんどうですか、チェーンソー。そうですね、あんまり機械っぽいのないので、たまにはこういう機械系の武器もあってもいいかなと思って、はい、まあ見るからに、ね、痛そうなんで、はい、攻撃力も高めに設定すれば13日の金曜日攻撃力上がるって来てますよいいですね、それいい、めっちゃいいよ、それ面白いですね。ジェイソンのお面とか、ね、はい、ホッケーマスクはセットでいけると思います、ね、うん、そんな感じですね。はい、じゃあ続きまして同じ方からですね、
食品サンプル販売スタッフさんはかなりお気に入りということをお伺いしております。はい、はい、食品サンプル販売あ、これラーメンが伸びてるんですね、こうやって。そうですね、お箸ですくってあんな長い麺ないですけどねあそこまでは伸びないです。まあ、感覚調整をこうアートの方にしていただいて、うん、はい、ということでちょっとありなしを先に聞いちゃいましょう。せーの、はい。ほら、ぼこさん、なしよ。なんか、ちょっと、食品って言うんですか食品サンプルってなんかショーケースで埃をかぶってるイメージが僕は強いので、なんかな、柔らかそうじゃないですか、うん、なんか攻撃力低そうかなと思ったな。あ、まあでもスタッフお気に入りということで、スタッフのね、あの開発チーム2人はありということで。いや、これもう一目見た時からもう最高だなって思ってはい、もうスタッフ間でもう大盛り上がりの食品サンプル、ピンときましたよね、これだと思って。この発想力がね、ここをこう来るかっていうところと、サンプルの中でラーメンが伸びてるのを選ぶっていうこのセンスでもさすがだなと。サンプル感を出す絵ってすごい難しくないですか。でもうまいことラーメンがピンと伸びてて、うん、この硬さを表現してるところもいい、うんうん、ちょっともし実装されるんだったら実装したところ見たいですけどね、はい、うん、多分斧になるのかなと思うんですけど、斧でどんぶりで頭殴る目のところ持ちたいです、はい、かなり楽しそうなんで個人的には一押しですこれ。はい、ありがとうございます。じゃあ続いていきましょうか。投稿者、荒野のイカさん、物欲しい半分漢字間違えてますね。物欲しい物欲みたいな欲しいがどう、なんか、なるほどね、うん、ちょっとあのシャツが通ってる理由は分かるんですけど、ズボンが通ってる理由は分からない。向きが違うよね、向きが違うよ、なるほどね、細かいの気づきましたね。どういうズボンなのかなじゃあちょっとありなしいきましょうか、うん、せーのあれちょっとまた同じ感じで言われましたけど、うん、コウさん、理由はそズボンのあれですか。え、だってこれ、なんてそのT シャツの部分って柔らかいじゃないですか。これハンマーっていうか、ランスだったらありかな。ついてくスタイルのね、うん、それかなんかこう、なんていうの、ハンマー部分の T シャツでモンスターの顔を、ああ、もう、ああっていう邪魔っていう、ね、そういうダメージだったら面白いかもしれないですけど。なるほど、うん、はい、じゃあの開発の2人ありということで。あ、もう見た目のインパクトはこれもこの地味さが逆にいいっていう。ちなみにズボンの向きに気づかれたのスタッフの方いらっしゃいますか。誰もいない、誰もいない。そこまでは誰も見てなかった。マコさん初出しのスタッフさんがちょっと、はい、うん、村さんどうです。 T シャツにソウルアームズってロゴ入れたいです。あ、そういう使い方。そういう使い方で、ああ、これはいいなって思いました。そこまでやっぱ発想を展開していくのはさすがアートファンですよね。ありがとうございます。上からなっちゃった、またすいません、感心しております。はい、じゃあちょっと次行きましょうか。はい、じゃじゃん、投稿者、瀬口もずくさん、不織の王フレーズラプスということで、遥か昔、触れるもの全てを腐敗させると恐れられていた邪神が使っていたとされる旋風、歯はガタガタで刃こぼれし、深緑や青に変色しているが、それには強大な呪いが込められており、その歯で傷を負った部分から腐敗が始まり、やがて全身に広がっていく。中二病がすごい。毒に耐性があるものや強力な清めの力がなければ、傷一つ負った時点で死が確定する。疲れ無骨に巻かれた鎖は邪神の魂が封印されていると噂されている。すごい設定がすごい。めっちゃ神々でしたよ。難しい漢字多すぎですよ。ああ、みんな読めた？この漢字。まあまあ確かに、あの文字で表現するのはね、もう本当に絵に変えるの大変ですよね。大変ですよね。大変かもしれない。このストーリーを背負って絵に変えるわけですからね。まがまがしい剣なのかな。じゃあちょっとありなしで、ちょっと想像この短時間でするの難しいかもしれないんですけど。ありなしでいきましょう。せーの、 おじゃあまずちょっとなしをあげられた石井さん、
理由を。そうですね、ちょっと漢字が難しくてイメージが湧かないっていう、すみません、個人的な理解力の理由で、そうですね、なしとあれさせていただいて、漢字すごい難しいです、はい、確かに、はい、じゃあアリーの、まあ、ちょっとまずはアート担当の村さん、かっこいいなって思いました。もう最初の時点でこういう風な武器にしてほしいなっていうのがもう伝わってきたので、これはデザインできるなって思いました。伝わった方と伝わってない方が、さすがですね、これは。ありがとうございます。もう職種の違い種の違い、もう振った時に刃こぼれした刃がパッて散るところまで妄想できてます。バッチリです。その武器できてますよね。どうですかプレイヤーのね、おやからなんかそのなんていうのかね、確率で確定心みたいな武器も欲しいなっていうのは思ったので、そういうのがニュアンスが取れたなっていうのと、なんか使用制限とかあってもいいかもしれないですね。クエスト内で5振りまでとかね、ちょっと短いですね。結構そこらサクサクなので5振りすぐですね、多分むちゃくちゃ強そうなので、うんうん、多分使ってるとこう多分使用者にも代償が得られる感じのニュアンスじゃないですか。だからあんまり使い切れないかなって、自分にあのちょっと毒をかけて使うとかね、そういうのでもいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、ブラッディーソード投稿者ジェイドさん、はい、ちょっと細かいんですが読んでいきましょう。剣のですね、先端が注射針のようになっている、相手を突き攻撃することによって血を吸収して HP 回復ドレインしてる感じですね。で、持ち手は手を握って戦うということで、あの持ち手の部分が手になってるんですね。なんか手を握ってこうですかね、どうかな、こんな感じでこう持ってハーって感じですかね。小指とつなぎとかできるんですね。あ、小指でいけるんですよ。小指とつなぎってさ、小指じゃないの？え？小指じゃないの？小指とつなぎはこうですよね。私25年間勘違いしたんだけど。小指と薄い。この小指と薄いやろ。え、いや、小指、え、違うの？これなんて呼んでたんですか、逆に。え、普通に手つなぐときこれじゃない？で、小指となるとこうなるなんで関係性薄まるの？薄まってないよ。おかしいね。ピンキーですよ。あーもう何指切りかよ。嘘みんな。嘘マジで嘘みんな知ってた。何？まあじゃあアリなし行きましょうか。はい、せーの。はい。これアリ。アリです。アリ。はい。じゃあちょっと石さんに聞いていきましょうか。そうですね。かなり独特の世界観のもとに作られてそうなんで、本当これも。付随するスキルとかもいろいろなんか汎用性があっていいのできそうなので、すごい期待できますね。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、では最後にこちらの作品です。出た、最後出た、これか、タイトル。いや結構応募したんですよ、例えばあの髪がない方をハンマーにするとかハゲもハンマーにしたんですか。ハゲなんて言ってないじゃないですか、髪のない方ですよ。後で見よう、後でちょっとぜひ見ていただいて、でちょっと薄いよね、なんかこれはあの時間を、私あの結構時計とか時間も好きなんですよ、うんうん、で時計が、まあ、あって砂時計があって、砂時計の部分で叩くんですけど、うん、うまく絵が描けなくて画力の問題で、うんうん、で絵の部分には時間の、ね、流れを表すようなこう流れているさ、こういう感じのを表して、うん、いろいろデザインとかしてるんですけど、で 6時1分、ちょうど5分指してるじゃないですか、うん、あれ単純にあの1と6が好きなんですよ私、うんうん、っていう理由で指してるだけです。この武器は何、どういう特殊能力があるんですか。特殊能力とか全く考えてなくて、ほんとデザインだけ考えた感じ。なんか殴ると相手の動きちょっと止まると。自己プレゼンだよ、ほんと。砂時計壊れそう、あの、壊れない仕様になってるってことにしてよ。振り回したら砂が違う。なんかじゃあ砂時計がこうなってる間にも、いろいろ考えてください、みんなで設定。6時5分強くなるとかじゃないですね。小指で持つのも難しいかもしれないんですけど。まああの多めに見てあげてくださいよ、絵頑張ったんですよ結構。ということでありなし、ああいきましょう、せーの、はい、これなし出せないですね本人の前でね。はい、もう出せない。はいって言ったら石井さん今はいって言いました。いやもうありを出すしかもありを、でもそういう意味
でやっぱりひどい、はい、じゃあ村さんちょっとアートパートということで、はい、すごく女性らしいデザインだなと。あ、よかった、パッと見で思いました。多分女性が好きなデザインの武器ってそんなにないので、こういう優しいでもハンマーとしても成り立っててかっこいいっていう武器欲しいです、うん、あ、ちょっとよかった、ね、女性だったみたいです、うん、はい、ワットさんもね、編み出してくださったんですけど、まあ、ただちょっと気になるのは殴ってるうちに時間ずれるだろうな単身がギュン、単身がギュンってなるだろうから。石井さんのちょっと最後に一言お願いしてもいいですか。はい、本当斬新であ、もう大丈夫ですね。はいはい、ではあの一通りの作品見ていただきましたが、皆さんもいかがでしたでしょうか。コメントもたくさんありがとうございます。あ、もうすぐちょっとエンディングに入っちゃうので感想を、はい、今回の作品の感想を一人ずついただいてもよろしいですか。作品どっち、あ、みんなの、みんなの、もちろんみんなの、みんなのすごい、みんな人それぞれ本当に違ってて、うん、だから僕も応募したらほんまにこれ可能性あるんちゃうかなと思うので、マジでちょっとやろうかなって思ったのと、この今ね出てるのがいずれ本当に出てくる可能性もあるじゃないですか。そうですね、うん、それ楽しみですね。はい、リリースを待ちます。はい、ありがとうございます。石井さんどうですか。いや本当予想以上にいろんな方が熱心に応募してきてくれているので、うん、本当嬉しい限りですね。でただ中にはこうしようとしてどうこれゲーム化しようかなみたいなのがあるのでちょっと今から頭を悩ましつつ、はい、放送を練っていきたいなと思います。はい、引き続き楽しみにしています。はい、皆さんお願いします。はい、かっこいい武器とかあと面白い武器とかたくさんあったんですけど、デザイナーとしてすごく刺激になりました。おもう面白かったです。はい、ありがとうございます。俺のソウルアームズ投稿の締め切りは3月の14日ということで、まだまだ本当にこのコーナーも最初でも言ったんですけど、皆さん応募間に合いますの で、ツイッターでこのハッシュタグ俺のソウルアームズというのをつけていただいて、まあ、文字でもいいですし画像付きでも歓迎ということですよね。あれあれまた拾ってもらえない。あれちょくちょく思うんですけど、あやとさんはちょっと嫌われてるね。思うんですけど、どうなんですか。あとちょっとプロモーションの方に聞いておきますね。はい、なのでまあこんな系のね案が欲しいとか、ちょっと視聴者さんにおねだりしてもいいんじゃないですか。あー、どうだろう。でもこれってまだ使えるのがね、職種がまだ県とかで結構固定されてるので、うん、これ職種がいずれなんですか追加されると信じてもうピーキーな、ね、バイクとかを書いてしまうとかのもありかもしれないですね。うん、うん、でもうちょっと今も出てるんですけど、うん、まあ、最優秀賞は来月3月25日に放送するこちらのライトフライヤー TV にて視聴者の皆さんの投票によって決定するということなので、皆さんぜひ参加してください。はい、で事前登録がまだの方は公式サイトから事前登録できますので、はい、上の上コメントにございます。ソウルアームズ事前登録はこちらもこちらから飛んでいただいて登録してください。はい、ということでここで和光さんとはお別れになります。はい、鋭いツッコミがなくなるんですね。いやもう本当寂しいです。いかがでしたか今日は2つのコーナー。いやすごい、ああ、だからありでしたね。良かったです、良かったです、はい、ぜひまた呼んでいただけたら。はい、あやたんさんと喋ってるのが案外楽しかったです。良かった、良かった、僕は好きですよ。良かった、ありがとうございます。スタッフさんの仕方は目の前で見てました。僕は好きだよ。ありがとうございます。はい、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。以上、ソウルアームズでした。またね。
はい。OK。なんで一緒に入ってる。私の今。はい、はい、どうぞ。はい、本日最後はまたまた登場消滅都市のコーナーでーす。今回このパートはですね、消滅都市の下田さん、カニさん、桜井さんが消滅都市国税調査と題して消滅都市プレイヤーさんの実態に迫りつつトークしていこうじゃないかというコーナーになっております。後ほど新機能の紹介や新コラボ情報の発表もあるので皆様最後までお見逃しなく。ということで、まあ、下田さん、消滅都市国税調査ということなんですが、どんなことを、はい、そうなんですよね。さっきすごいコメントが 見づらかったのでちょっとここに PC を置いてます。はい、はいはい、なんかちょっとね、エンターテインメントというよりはちょっと真面目な感じになっちゃうかなと思うんですけれども、でもコメントでは結構ワイワイしますよ、はい、いや、カニさんだってたくみさんと間違えられてますからね。エロゲーじゃないですよ俺は。エロゲーじゃない、エロゲーの人は今日ちょっと熱出しちゃったんで、はい、そうそうですね、あのちょっと真面目にいこうかなと思っております。はい、はい、はい、で本日の特集っていうところなんですけど、はい、あの次お願いします。あの消滅都市、あのおかげさまで非常に大きなアプリに育ちましたというところで、はい、次お願いします。本日は皆さんが今どういうプレイ状況なのかっていうところをご紹介しようと思ってます。お、でなんでこれをご紹介するかっていうと、今何人見てらっしゃるんですか。2500人ぐらい、2700人。この2700人っていう方はこの消滅都市というゲームにとってすごくあの大事なというか、消滅都市にも本当にあのこうを引っ張っていっていただいている2700人の皆さんだなと思ってます。はい、でこのこう皆さんとこういう状況をこうシェアしたりしながら、消滅都市は一体こうどうここからどういう方向に向かっていくのかというところについてちょっとお話をさせていただけたらすごく嬉しいなと思っています。ちょっとお時間をください。はい、大好きです。はい、ありがたいです。次お願いします。はい、はい、はい、でプレイヤーランク、なんかこれあれですよね、伝わらないあ、これあのあれなんですよ、2週間、直近2週間に一度でもクエストをプレイした人っていうのを母数にしてるんですね。で、こうやって人数いっちゃダメなの、うん、ざっくりいっちゃダメなの、分かんない、じゃあいきますか。まあ、ちょっとごめんなさい、怒られたらすいません、あの怒られたら、怒られるのは俺だ怒られるのは俺だ。これなんですけど、母数がだいたい28万人います。で、これダメだな、あの記事にしないでくださいね誰に、はい、で、まあ、そういう中でこういうあの割合になっていますという話です。で、あの皆さんあのどういう感想を持たれるかなっていうところで、あのぜひあのそういう感じで見てほしいんですけれども、かなりあのまあ、100以下の方っていうのがかなり多いんですね、うん、で、あの割とこの状況っていうのがあの僕らはこう、まあ、この人たちをもうちょっとあのこう150とか100以上とかだんだんこう100以上になってくるとやっぱプレイの世界が変わってくるところがあるじゃないですか、うん、あれだったら今何、今ランク200。お、すごい、ランク200になった、すごい。200っていうと本当に上位 3%、 200、あ、そうです、200でもそうですね、上位 3% っていうところになっていて、うん、であの皆さんちょっとあの意外に思われる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、あの、まあ、ランク150以上とか200以上っていうと結構人数が少なくなってしまうんですね。いや、意外ですね、はい、そうなんですよ、うん、で、あの、まあ、こういう中であの僕ら今運営していますというところをまずお伝えしたいかったなと思ってますと、うん、はい、今いくつ、自分は今260とかぐらいですね。なるほど、じゃあ次いきますか、うん、でもそんな中でもすごく本当にプレイしていただいている方っていうのはいらっしゃいまして、最高ランク504、504、そう、これすごいんです、すごいんですよ、すごいですよね、504って、うん、そうですね、504ってすごくて、経験値に換算すると8788万、うん、今の5章の最終話を、うん、1万中以上、1717周分、はい、何をしてるんですかね、はい、この方本当にあの一番初めから始めてくださってる、初期からやってくださってる、はい、初期からやって、うん、あ、さ、もうすごい数ですね、ちょっと、はい、苦しいですね、いや、すごいなと思ってますうん、はい、ちなみにあの今あの子さんが辞めたんだなみたいな話があったんですけども、これも一応調べたんですよ、はい、全期間
でランク200以上、はい、今あのデータ上ですねランク200以上になっている人の中で今回カウントされているのが 87.7% だったんですね、うん、なのであの本当にあの皆さんがあのプレイし続けてくださっているってことが本当にあの嬉しいことだなと思ってます、うん、はい。で次ですね。で、メインストーリーであり失われし世界の攻略状況っていうのをこれもまた調べてみました。また同じ母数で調べてるんですけれども、はい、1から3章が 34%、 4章に、あ、これ滞留、あ、そこ、4章にまだいる人ですね、4章攻略中の人が 26%、うん、で5章が 38%、 で5章クリアって実は全体の 2% なんですね。私 38% の中にいますね。 38% っていうところがあります。これはあのもちろんあの僕らバランス組んでる僕らのところにもやっぱりそのあの問題っていうのがあるんですけれども、あのとはいえとはいえあのあの自分たちもこの状況っていうのをまあなんとかしなきゃいけないなと思ってます。うん、そうですね、あの失われし世界の方に関してはあのエクストラのステージ、最後にエクストラのステージが今ついてるんですけど、それを除いたところで、はい、まあ、ミプレイの方がまだ半分近くいらっしゃる。へ、はい、で1話2話3話4話こういう感じになってますね。 12% のところにいます。はい、で、あの本当に五章がきついっておっしゃってる方と簡単とおっしゃってる方今いらっしゃいますけども、あのこれ五章のバランスの組み方が星4、星5、星6で進化する人たちっていうのを結構フィーチャーしてるんですね、うん、なのであの 80% 3倍のキャラクターでいくと逆にきついみたいな、うん、あるいはそのまあ、旧偉人っていうんですかね、 HP1.2 倍になる偉人っていうのがこう結構あのフィーチャーされていたりするので、うん、まあ、そこでこう結構編成にをあの工夫すると意外にいけたりするっていうところがあったりしますと、うん、っていうところであのもうここもあの、まあ、こちらからの情報の伝え方がもう本当に足りてないなと申し訳ないなと思ってるんですけれども、まあ、攻略方法であるとか、まあ、そういうところをあのこうだんだんこうお伝えする機会を作ったりとか、あるいはキャンペーンしたりしながら、うん、あのこの攻略をあのみんなあのできるようにと後押ししていきたいなとすごく思っていました。いいですね、はい、そういうの結構欲しいかもしれないです。はい、そうなんですよね、はい、星4、星5、星6進化する例えばサトルとか、うん、あの辺を自分のリーダーに据えてフレンドにあの旧偉人ですね、はい、を据えてみたいな形でやるとあの実はクリアできるようにあの設計していたりします。あ、コツがやっぱりあるんですね。そうですね、あのあとまあ、あのフレンドと協力しながらというところで、うん、はい、やっていただけたら非常に嬉しいなと思っていたりします。はい、はい、で次ですね。あ、そうですね、あの最新話の到達者が少ないというのが本当に何とかしなきゃいけないなと思ってまして、あの僕らもあのメインストーリーを進めていく、あの先を作ってリリースしていくっていうことがすごく大事かなと思っているんですが、はい、あのまあ、同時に最新話を到達する人がもうどんどん増えていくっていうことで、もう広いあのいろんな人たちにもう全員にこうコンテンツを提供できるというところがあると思うので、はい、まあ、先に進みやすくなるようなキャンペーンを実施していったりしていきたいなとすごく思っております。はい、期待してます。ここは私も、はい、そして次です。はい、ランキング、皆さんあのすごいランキング興味があると思うんですけれども、うん、これは、まあ、今回集計した中の方が過去もうずっと過去遡って過去最高を達成した難易度というのを撮っています、うん、で、そうなんですね、未来可愛いですね、桜井さんの未来が可愛いんですけど可愛いね、はい、まあ、中級までで止まっている方は 43.3% で1から50で 39.2%、 これで結構大半を占めておりますと。100をクリアしたことがある人っていうのはもう 0.8% という感じになってます。少ないですね、はい、なので皆さん今自分がどの辺にいるのかっていうところをすごいなんか意識してみると面白いんじゃないかなと思うんですけれども、例えばランク90、ランクじゃない、クリエ、難易度90以上ということだけで実はものすごくすごいことなんだというのがあるんですよね。80以上とかでも本当にものすごいあのことがもう全ユーザーの中の本当にトップだという、はい、ことになってますね。で、まあ、次行っていただけるといいんですけど、はい、まあ、本当にあの難易度90以上クリアした方っていうのはプレイヤースキルもあとチームを編成する思考力ですね、うん、あの考える力も本当にトップオブトップだなというのを思います。でこのゲームはあのなかなか例えばあのライブポイントを探さなきゃいけないとか知ってなきゃいけないとか、あるいは
チームを編成するときに倍率を考えたりしながら中にどういうキャラクターがいなきゃいけないんだと考えなきゃいけないと、なんかそういうところでかなりこう頭も使うゲームだと思ってまして、うん、まあ、そういう中でアクションもうまくなきゃいけないし、そこに思考もしなきゃいけないっていうところですごくもう何だろうな、難しいゲームではあると思うんですね。プレイするときにプレイのし始めは簡単なんだけれども、すごい難しい編成力を要求するゲームなんだけれども、ここまでやってくださっている方っていうのに本当に感謝したいなと思っております。まあ、でもやり込んでいくうちにそういう壁にぶつかるのがまたやりごたえあるところの一つだと思ってますけどね、私は。そうですね、まあ、そうしたときに、うん、壁にぶつかったときに本当に自分が考える本当にいいゲームっていうのは壁にぶつかった次の目標がもう見える、うん、見えて、じゃあ次はこれをやればいいんだっていうところが分かるのが本当にいいゲームだと思うんですけども、そこに関してはやっぱり僕らまだ足りてないなとすごく思ってます。そうです、はい、うん、なので、まあ、そこをねきちんとやっていけたらすごくいいなと思ってます。はい、次です。降臨転生の攻略状況、で、降臨転生まだ未クリアの方が 37.1% いらっしゃるんですけれども、うん、まあ、星1、星2、星3、星4、これ1個でもクリアした場合到達としてます。はい、で1つでもクリアした場合到達なんですけれども、例えば星4を、1つでもクリアした人っていうのがこの辺の割合でいらっしゃるんですね。これも僕らが今頑張らなきゃいけないところだと思ってまして、うん、もっともっとこう上の降臨の楽しみであるとか、上の降臨をクリアできる状態で、上の降臨の、キャラクターを手に入れたとかスキルを上げた時に生まれてくる楽しみっていうのをものすごいこう大事にして作ってきたので、やっぱりそこにこういろんな人をこう導いていきたいなとすごく思っております。うん、はい、そう、舞ちゃん可愛いんですよね。この舞ちゃんが出てから自分も舞ちゃんのファンになりました。なんか足の方まで書いてあるっていうのを気づいてくださってる方が。そうですね、嬉しいです。初出かもしれないです。レアで、僕ら氷に出したらやっぱりクリア状況とかクリアするときにどういうチームでやってるかっていうのをやっぱ見るんですけど、次お願いします。難易度星5未クリアって結構まだまだすごく多数いらっしゃる一方で、難易度星6を星5魂でクリアされてる方ってもかなりの数いらっしゃるんですよね。なので思考力とかがやっぱりこうすごい試されてしまうというか、なんかそういうところがあったりするんですけれども、ここで何というかな、すごいこう自分たちがゲームを作るときにすごく難しいなと思って、今壁にぶつかっているなと思ってます。で、まあ、ここも本当に自分たちは何とかしなきゃいけないなと考えているところです。はい、転生4でも文豪はヌルゲーと言っていらっしゃる方は多分ものすごい本当に素晴らしいプレイヤーさんだと思いますね。はい、かなりハードですけどね、私には。はい、そうなんですよ、様々ですけどね、うん、そういうところがあります。で、次行っていただいて、で、皆さんすごい気になってるところかなと思うんですけれども、はい、限定魂の所有割合というのも出してみました。で、まあ、未所持の方 77.1% いらっしゃるんですけども、これ属性で出しました。非属性を例えば3つ持っていても、非属性1属性の中に入ると、2属性、3属性というふうに、まあ、このような所有割合になっています。なるほど。はい、限定キャラっていうのは、限定魂、限定魂と言って出されているキャラクターですね。ローとか、ローとか、綾野とか。そうですね、ローとか綾野とか新入りの人、はい、アリスとかも、アリスとか、そうですね、はい。ちょっと BGM 下げましょうか。そうですね、BGM お願いします。はい、コメントありがとうございます。なんか気になったことあったら言っていただければこっちに申請します。はい、ぜひぜひお願いします。で、次行っていただいて、まあ、ランキングで目立つ限定魂なので実際のこう所有割合はこのような形になっていますというところです。はい、で、次なんですけれどもまあ、これのデータをちょっと比較で見てみましょうというところです。はい、はい、実際このような形になっています。ランキングと降臨と限定魂のところをこうピックアップさせていただいたんですけれども、はい、まあ、その母数に対してこういう感じになっているっていうところでイメージして見ていただければいいかなと思っております。うん、で、
まあ、グラフを見ながら、まあ、皆さんこうどういうことを感じるかなっていうところと、自分は一体どの辺にいるんだろうなと、自分は例えば魂に関してはこの辺だけどランキングに対してはこの辺だとか、魂に対してはこの辺だけど氷に対してはこの辺だとか、うん、はい。で、まあ、こういう状況にある中でやっぱりその皆さんが持っているその魂の状況 と、コンテンツの攻略状況っていうのは結構こう異なってるんですね。で、やっぱりそれはプレイヤースキルであるとか思考力っていうところにかなり影響されているところがありまして、うん、まあ、そういう状況を今こう目の当たりにしながら僕らもこうかなりいろんなことを考えております。で、まあ、そうなんですよ。ガチャを良くすればいいんじゃないっていう方もいらっしゃる一方で、本当にガチャを良くするのがいいのかっていうところもかなり議論しているところはあります。で、まあ、例えばですけど、ガチャに関しても、本当にただ緩くすることがいいのか、それは今までお金を使った方が、本当になんかそれでいいのかみたいなところで、かなりそのバランスを取ることをすごく考えながらやっていたりするんですね。なので、まあ、一概に、こうだからこうすればいいっていうところがかなりこう出にくい状況になってしまっているっていうのが今の現状です。それは先ほどお見せしたように、このものすごい多くのユーザーさんに遊んでくださっていて、もう本当にプレイ状況も様々、攻略状況も様々、持っている魂 と、攻略しているコンテンツも結構違うとか、そういう状況の中でどういうことを考えていけばいいのかっていうのをちょっとまとめてきましたので、見ていただければと思います。はい、次です。はい、そうですね、次行っていただいて、まず課題の一つ目です、うん、先に進めずに詰まっている方が多いというのがあります。はい、で、本当にライトからミドルのプレイヤーさんだなとは思うんですけれども、先ほどのグラフを見ていただいたときに、魂は持っている、でも先に進めずに詰まっているという方がかなりの大きな割合いらっしゃるんですね。本当に60% とか 70% がいらっしゃる。で、まあ、そういう状況に対して僕らが今考えているところっていうのがあります。次お願いします。まあ、まずあるのがキャンペーンの充実というのを考えています。ギークの7万フォロワーキャンペーンのようなストーリーの進捗しやすくなるキャンペーンっていうのを多数これから計画していくかなと思っていますと。助かりますね。はい、例えば転生 の、 ドロップ率がこう1段階変わるのとかもあったと思うんですけども、はいはいはい、本当になんかそういうことをしながらやっていかなきゃいけないなと思っていますと。いやでもあれは本当に助かりました、はい、うん、進化しやすくなりましたし、はい、なのでこれからキャンペーン増えていくと思うんですけれども、よろしくお願いします。はい、はいはい、次でお願いします。でアビリティやスキルを結構検討していきたいなと思っていまして、はい、例えば今限られたキャラについているチェイン半減ガードだったりとか、うん、アクションを助けるスキルとか、プレイヤースキル、アクションスキルを補助する機能とか助ける機能っていうのを積極的に追加していく候補とこれから思っております。うーん、今質問ありましたね、限界突破みたいな話もあったんですけども、これ3月の中旬くらいでしたっけ。中旬くらいに出せればという、はい、またプロデューサーの福田の方からプロデューサーレター出させていただくんですけれども、はい、限界突破別に止まっているわけではなくて、ちょっと時間がかかって事情があって時間がかかってしまったんですが、はい、きちんと用意しておりますので、それも楽しみに、はいはい、お待ちください。はい、次お願いします。で、これは賛否両論あるかなと思いながらあえて出したんですけれども、はい、編成に癖がある代わりにプレイヤースキルを求めない魂っていうのを追加検討しているところですと。うん、で、まあ、そういうところでまずほぼ同じリーダースキルの2体をガチャと氷に同時追加しようかなと思っておりますと、氷の方の魂は各種保守でリーダースキルを成長させていく設計を検討していますというところです。うん、で、まあ、プレイヤー、まあ、これすごい概念みたいな話になってしまってすごく分かりづらいかなと思うんですが、うん、プレイヤースキルを助けるっていうところに対してうまくこうスキルを当てることができるんじゃないかなと今考えています。で、ランキングでトップを狙っている方っていうのは例えばもうノーミスが前提になったりとかすると思うんですね。うん、そうですね、はい、でノーミス前提になってしまうんですけれども、例えばミスした人を救うスキルっていうのがもっとたくさんあってもいいんじゃないかとか、うん、はい、はあ、なんかそういうところを今考えております。はい、まあ、ちょっとこれ本当にすごい今この状況だと
一体何の話なんだろうと思うところがあると思うんですけれども、これはあの近々ちょっとあの発表させていただきますので、はい、またその時によろしくお願いします。続報を、はい、お待ちください。お待ちください。はい、ちなみにそのプレイヤースキルで勝っているから嫌だっていうコメントが今あったんですけれども、はい、例えばその人にとっては、例えば今までに出たこの魂がランキングですごく有用ですと、これから例えば出るあのプレイヤースキルを補助する魂を入れても、実際そのスキルはプレイヤースキルを補助するスキルだからスキルが1枠消えてしまうと。なのであの今までのを入れた方がいいよねみたいな、あのなんかそういううまいバランスになるように、うん、はい、考えながら検討しております。はい、はい、次お願いします。はい、でこれあの現在開発中なのでかなりお待たせしてしまうかもしれないんですけれども、はい、練習できる環境を用意しようと思ってます。はい、報酬がないですよの代わりにとか、ランキングのスコアつかないですよの代わりに燃料ゼロでプレイできますよっていうモードを用意しようと思ってます。いいですね。はい、これ2つあの理由がありまして、例えば今あのストーリーを見返すモードがないみたいなところがあるんですね。でストーリーを見返すモードが欲しいっていう話をすごくいただくんですけれども、ストーリーが今あの僕らあのバトルとものすごく密接に絡んでいるので、ストーリーを見返す機能っていうのはかなり難しいんですよね。であの、まあ、そういう中であのこうストーリーをこう簡単に見返すことができるであるとか、あるいはクリアできない、例えば5章で詰まっている方がいる時に、この5章で詰まっていて練習してんだけどもすごい燃料を持っていかれてしまって練習でこう死んでしまうみたいな状況があると思うんですよね。でそこで、まあ、例えばあの5章とかは意図的に結構スフェアの配置を難しくしているところがあったりするんですけども、それをこう練習してこうすごい練習してあのじゃあ行くぞって言っていけるようになるだけでもかなりなんだろうな、楽になるところがあるのかなっていうのと、あとランキングとかですよね。ランキングに関しても今までこうすごい燃料を消費しながら練習してとか、ね、本当にプレイを深くやってくださってる方は本当に1個スフィア取ってダイブしてみて、また1個スフィア取ってみてダイブしてみてってダイブポイントを探すみたいなことも本当にやってらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、そういう中であの燃料を消費するというのはどうなのかと、あのかなり開発内の議論が持ち上がりまして、今これを、うん、あの実装しております。結構フレンドはどうなるんですかっていう質問が。そうですね。あのフレンドに関してもあのどういう仕様にしようかっていうのを今検討しております。うん、これもあの、まあ、練習モードなのでっていうところで、まあ、調整しながらやっていこうかなと思っております。はい。はい。あ、次お願いします。そうですね、あのこれらあの該当する方がすごく多い、あの先ほどのグラフから見れるように本当に多い方が詰まっているところなので、本当に現在全力で取り込んでおりますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。で次2つ目になります。はい、課題に、まあ、2つの課題といった中の2つ目なんですけども、ゲーム体験の幅が感じられなくなっているっていう問題があるなと思います。はい、本当にトップオブトップの、例えば今3000人の方が見ていらっしゃるんですね。3000人、あのさっきのこのものすごい大きな人数の中の3000人なので、本当にあのトップの方なんですけれども、本当に僕らはこの人たちと、本当に皆さんと、今見ている皆さんとあの歩んでいきたいなと思っている中で、これもかなり大きな問題だなと思っています。はい、次お願いします。で攻略バリエーションの拡充というのを考えています。でこれ何かと言いますと、3月 の, あの頭の方に結構あの重要な降臨クエストっていうのを1個出そうかなと思っておりますと。で、まあ、重要な降臨クエスト、まあ、重要なキャラクターが、出てくる降臨クエストで、バランス上も結構重要になる降臨クエストを1個出そうかなと思ってるんですけども、うん、これはあのかなりチャレンジングなバランス設計で提供してみようかなと思ってます。うん、チャレンジングなバランス設計とは何かっていうと、今まで本当に倍率勝負だったところがあるんですよね。はい、あの2倍よりも 2.5倍、 2.5 倍よりも3倍、条件3倍みたいなところで倍率勝負だったところがあるんですけれども、ちょっとその倍率とちょっと反らした形でやるというのをリリースしてみようかなと思ってます。ほう。で、あの、まあ、リーダーについて倍率じゃないところでちょっと試行しなきゃいけないみたいな。で、あのこれは結構自分としてはすごい、なんていうんですかね、本当にチャレンジングだなと思ってまして、ここにいる3000人の皆さんは本当にこれをあの、まあ、本当に気になってくれると思うんですね。あのどういうことなんだろうとか、ね、ちょっとやってみたいとか思ってくださると思うんですよね。なんですけれども、実はあの
他の方々というか、あの例えば 75% ぐらいの方々にとってはすごくよくわからないものになるっていう、まあ、懸念がありまして、そういうのがある中で、あのとはいえあの新しいことにチャレンジしていかないと、もうちゃんと これからのゲームの未来っていうのがもういい形になっていかないだろうというところで、これあの僕らとしてはかなり怖いなと思っているんですが、あの一個ゴーリンクエストをリリース させていただこうかなと思っております。まあ、これだけじゃないですからね。そうですね、はい、うん、でこれであの皆さんの評判だったりとか、皆さん あのどういう感想を持たれるかとか、そういうところも本当にあの見させていただきながら、うん、あのこれから僕らのバランス設計をどういう方向に持っていこうかという一つのきっかけになるんじゃないかと思って、リリースさせていただこうかなと思っております。はい、結構コメントは誰だなんだっていうので、そうですね、気になってるコメントだらけなので、はい、はい、すいません真面目な感じですけど申し訳ないです。いやいや、はい、次お願いします。大事ですよね。はい、ランキングに継続報酬をということを考えています。はい、で今の、金ガチャ券金ガチャ編、やっぱりどうしてもランダムな要素になると、うん、ランダムな要素っていうのは非常に難しいところがありまして、もう本当にあの確率なので、例えば金ガチャ券手に入れた1回回した2回回した3回回したっていった時に、1回目も2回目も3回目も4回目もやっぱり同じ確率になるんですよね。10回回したから11回目やっていった時に、11回目がまた確率が高くなるわけじゃないっていうのがすごい難しいところだなと思ってます。なのであの、まあ、その金ガチャ券は今まで通り配布しつつ、そこに加えて、蓄積できる報酬っていうのを、用意しようと考えています。まあ、これを何にしようかとかも本当に絶賛議論中なところなんで、だいたい当たりはついてるんですけども、本当にそれでいいのかとか、すごいあの絶賛議論中のところなんですけれども、はい、まあ、そこに対してあの短いあの上位者ほど短い期間であの強い魂を育成できるような仕組みを入れていきたいなと思っているっていうのと、あの上位者の方ほど短い期間でというところで、あの決してその上位者じゃない方もあのこれを手に入れられないというわけではなく、上位者の方よりは長い時間かかってしまうかもしれないんだけれども、あのちゃんと育成できるようなっていう、そういうバランスを考えてます。うん、次ですね、はい、で見逃せないストーリー展開というところで、はい、あのストーリーが、やっぱりそのメインストーリーの進みが遅いという話ものすごくいただいてます。うん、でも先ほどのデータもありましたけど、やっぱりこうあの先にいる方とか全部クリアした方っていうのは少ないっていう状況をまず改善しなきゃいけないっていうことをものすごくやっていこうと思ってます。ただそれだけだとやっぱりこうなんだろうな、ストーリーが止まってしまっているんじゃないかとか、ストーリーに進展がないんじゃないかとか、そこに対する期待感を得られないなと思っていますので、ちょっと方針変えまして、特別クエストとか降臨クエストとかでメインストーリーに絡むような大きな展開というのを進行させていこうかなと思ってます。まあ、今回あの やらせていただいたように、うん、あのそうですね、やっていこうかなと思ってます。はい、でまあ、同時にあのキャンペーンを実施しながら、プレイヤーの皆さんの進捗を後押しつつ、メインストーリーの追加に備えていくという形を、ちょっと方針を変えようかなと思ってます。はい、はい、次お願いします。はい、でまた新しい遊びに関しても開発を進めていまして、うん、これもあのそのうちあのお伝えできるタイミングが来ることを楽しみに、今絶賛開発中ですのでよろしくお願いします。チラ出しですね。はい、はい、で本当にあの長く遊んでくださってる皆さんにもあのずっと楽しめる消滅としての実現すべく、日々あの検証と開発進めていますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で最後にですね、はい、はい、これからの僕らもチャレンジしていこうと思ってますし、本当にあの今ここにいる3000人の皆さんっていうのと本当に一緒に歩んでいきたいなと思ってますので、日々の運営に対して多分これから変わっていくこともたくさんあると思うんですけれども、あの感じたことについてこれまで通りあの忌憚なきご意見いただきますと非常に嬉しいなと思っております。はい、本当に僕らも今まで通りのことをずっと続けていくだけではやっぱり未来がないなと思ってますし、その未来は本当に皆さんが本当に一番先をこう進んでいる皆さんが望まないものになってしまうなとすごく思っています。 あのでもやっぱり僕らは怖がってしまうところも正直今まであって、何かというと本当にここにいる3000人の皆さん とものすごいたくさんのそこまで行く前の皆さんというか
今いらっしゃる3000人これからなろうとしている皆さんっていうのを一緒に目の前にしながらやっていく中でやっぱりチャレンジしていったりとか方針を変えていったりするっていうところはすごくもう本当にすごくまあ、怖いなと思いながらただこれ怖がってるだけでも未来がないなと、まあ、思っておりますというところでやっぱりこう未来 の方針を作っていかなきゃいけないなと思ってますのでまたぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりコメントガチャの話がすごく多いんですよね。でガチャの話に関してもものすごく多いなっていうのを本当に僕ら認識してまして、皆さんの意見ちゃんと見てます。見てるだけじゃないんです。ちゃんともう一個一個上げながら検討してます。でもこれも言ってもいいかな、もう本当にね近い未来3月の後半ぐらいまでにもう一度皆さんの意見をうまく反映した、こう改善がをするべく今自分の方で自分を準備を進めておりますので、まあ、ガチャに関してもこれから、まあ、続報をぜひお待ちいただければ嬉しいなと思います。はい、という感じですかね。はい、お二人からは何かございますか。はい、そうですね、今回すごいこういうふうに国勢調査という形で、ね、真面目にやらせていただいたんですけれども、はい、かなり結構このデータとかっていうのは、うん、自分たちにとっても改めて見ると結構やはり驚く、自分のもう結構照明としてが元から好きでプレイしていたので、はい、あ自分ってこんなに上の方だったんだと か、 なんかその、うん、あ自分この辺立ち位置なんだっていうのは結構驚きもありながらあったので、こういうのをすごいユーザーさんに皆さんに共有しながらちゃんと皆さんと一緒にいい照明としになっていけるようにできるといいなと思ってます。そうですね、もうすごくそれをこう毎日考えながら、もうこれも言っちゃダメなのかな、もう言うけども3日帰ってないからちょっと臭いんですよね。ちょ、はい、その話またその話今いりましたその話、はい、結構すごいいい、あすごい頑張ってるよということを伝えたかっただけです、はい、すみません、はいはい、臭そうっていうありがたいお言葉がありましたよ、はい、そうか、はい、はい、どうですか、はい、桜井さんも。いや実は私はそこまで数字を見ている方ではなかったので、もう結構視聴者さんと同じような気持ちで見ていた感じになっちゃうと思うんですけど、はいはい、いやこうやっぱり少年都市って本当にこう、まあ、ガチャもあるけどでもゲームも本当にこう難しいなっていうのがやっぱり結構私も結構頑張ってゲーマーなんで割と上位いってるかなと思ったんですけど、思ったより上の方だったなっていうのも同時にちょっと衝撃だったんですよね、はい、でまあそうですね、私はできるだけ、まあ、絵を一生懸命頑張るしかやることはないかもしれないんですけどできるだけ多くの人たちに私の、まあ、私と私のアートチームの皆さんが作ってくださった後、まあ、きちんと楽しんでほしいなっていうふうにずっと思っているので、はい、本当にもうより多くの人にストーリーとか内容をどんどん楽しんでいただけるようにどんどん調整していきたいですね。はい、そうですね、本当に最近桜井とはこうストーリーの話をする機会が増えまして、アートディレクターになってさっき の放送の冒頭で言ったんですけれども、はい、前半戦で本当にストーリーの話をする機会が増えまして、うん、まあ、桜井も桜井ですごく熱いんですよね。僕らが、こういうことをやりたいって言った時に、例えば1枚絵をお願いした時に8枚描いて描いたような本当に熱さがありまして、で本当に今回リリースさせていただいたパラレルワールド の、 追加エピソードとかは、はい、もう本当に桜井がアートディレクターになって、まあ、アートディレクターとして初めてというところもありながら、まあ、ここで議論をしながら作ったんですけれども、まあ、そういう形でやっぱり僕らもストーリーに対してはすごい熱量を持っているので、もうどこにも負けないぞという、こうすごい強い気持ちでやっているので、はい、そこもまたお楽しみにしていただければ非常に嬉しいなと思っております。はい、ありがとうございます。ね、ユーザーの皆さんの声もちゃんと届いていますので、まあ、焦らずちょっと慎重に皆さんのユーザーのことを、ユーザーさんのことを思って、はい、消滅として進めていっていただけたらなと、はい、一ユーザーとして思います。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。以上、消滅都市国税調査調査でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。大事なことで噛んだ。じゃあ続いていきましょう。島田さん、続いては何でしょう。はい、コラボの情報一つだけ お伝えしようかなと思っております。はい、コラボ、はい、新コラボ情報ですかね。はい、はい、あどうぞ。今ちょっともう初音、ね、あもう出ちゃってるじゃん。いいですよ、出にすぎで
あ、すみません。出したくて仕方ないの分かるんですけど、はい、言ってくださいよ。はい、まあちょっとね、初音ミクコラボが終わったばっかりなんですけど、まあ次はもう画面出てますが、広角機動隊スタンドアローンコンプレックスもうね、私が言う前にもコメントわーってなってますけど、そう、立ちこまね、このシーンをなぜ選んだのかっていう、ね、みんなもね、もっとこのセクシーな感じになってますけど、まああれだね、みんなやっぱ広角機動隊のファンの方多いんですかね、うん、そうですね、嬉しいですね、嬉しいですね、はい、その名作とコラボということで、バトーさんとかも出るのかなってね、いろんなちょっとどんな魂出るんだろうという想像膨らむと思うんですけど、はい、まあ、あんまり言えない感じですか。そうですね、今日はあの、うん、これぐらいにしておこうかなと、はい、まあ、続報を待たれようということですよ。はい、はい、ではもうなんかもう言うことない感じですか、この感じはね、みんなない感じですか。あ、これに関して、あ、これに関しては、はい、そうですね、ちょっと担当のエロゲの人がちょっと今日担当のエロゲの人がいらっしゃらないということで、そうなんですよね、はい、はい、じゃあもう、ね、真面目な感じで入ってわーって終わるっていう感じなんですけども、終わりの時間ということで皆さん本日の放送いかがでしたか。そうですね、あのすいません、あのこんな真面目な感じになっちゃいましたけども、これからも消滅としてよろしくお願いします。はい、カニさん。あ、そうですね、さっきもちょっと結構自分で言っちゃったんで、今何言おうか考えてるんですけど、はい、でもかなり今のコメントとか見させていただいても、まあ、ガチャについてもすごいあれですけど、なんか結構ストーリーすごい好きだとか言ってくださってる方とか、なんか、はいはい、結構自分とかやっぱ自分の考えたストーリーとかできた時に、なんか Twitter とかいろんなところを見させていただいたりとかしていて、まあ、いろいろお叱りも受けますし、すごいお褒めのお言葉もいただいたりして、どんどんより良いものを出していきたいなと思っているので、ぜひ皆さんなんかみたいなところもあると思うんですけれども、まだしばらくお付き合いいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。トライさん。え、もう私もなんか いろいろ言っちゃった感がすごいんですけどまあそうですね、私はまあ個人的にまあ AD にまあ就任して、あの、まあ、今回初の生放送なんですけど、はい、まあまあ、個人的な野望としては消滅都市をもうなんかソーシャルゲーム1、なんかストーリーがいい、もう本当に大人向けというか、まあ、まあ全年齢向け、大人も子供も楽しめるような素敵なゲームにしたいなっていうふうに思ってるんで、まあ今後ストーリーの方ともこうね、あのこのストーリーよくわかんないっていうのをこういろいろツッコミ殴り合いしてるんですよね普段本当まあそれをしながらこうね、素敵なものを作っていきたいなって思ってるんで、本当今後ともあの応援よろしくお願いいたします。はい、お願いします。これ今日あれなんですよ ね、 あの、はい、僕らこうやって出させていただいてますけど、あの今日はあのプロデューサーの殿が、殿って、はい、あの福田が今ここにいないと思うんですけど、うん、何してるかっていうと、上でコメントをもう睨むように見てるんですよね、はい、あ、そうだ、もう自分もあの彼も一緒に放送に出てしまうと、やっぱりコメントを冷静な目で見れないというところがありまして、やっぱそこは役割分担を、まあ、今回こういう形でしようというところで、あの、まあ、今回こういうそうですね、あのなのであのこう、まあ、あのプロデューサーの福田も見てますので、皆さん見てます、チームも、はいはい、というところで、あの皆さんの意見、あのきちんとあのまとめながら、一個一個こうすごく真面目に議論しながらやっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、カニさんなんか告知があるって聞いてますよ。あ、そうですね、この後の23時から、うん、アイドルマスターミリオンライブの、うん、え、あれ、ちょっと3周年の直前ハッバースデーのやつがありまして、なんかちょっと急すぎましたね言わされてる感すげーなお前言わされてる感すげーな。でも俺すごい好きです、もこちゃんとかすごい好き。あ、そうなんですね、はい、なのでぜひ皆さん3周年の直前放送ぜひ見ていただければなと思います。はい、なんかちょっと真面目なテンションのまま言っちゃったからあれですけど、すごい俺も楽しみにしてるんで、ぜひ皆さん見てください。はい、皆さん見てください。ありがとうございました。それでは次回ライトフライヤー TV は3月25日金曜日の同じ時間の20時から放送予定となりますので、運営コメント欄からタイムシフト予約をぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ね、こちらのライトフライヤー TV チャンネルのお気に入り登録、消滅都市の公式ツイッターギークのフォローも皆さんよろしくお願いします、うん、あ、ギークのフォローお願いします。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。